どうもみなさんこんにちは。これから不動産鑑定士試験2020年合格基礎講座。会計学の第一回目講義の方を行っていきたいと思います。担当はレクセンリー講師の香坂です。はい。ではですね、えー、まあ、今日からスタートということなんですが、ちょっと最初にあの。モニターの方、一旦切り替えさせていただきたいと思います。 ということで、えー、今日はまあ合格基礎講座、まあ、1回目ですね。であの1回目ということになりますので、まあ、ちょっとあの使用する教材の確認なんですが、あの合格基礎のまあテキストですねでそれからもう一つう別冊になるんですが、甲賀家会計学ということで、まあ、問題集のような感じになるんですよね。えーまあ、基本的にはこの2冊になります。であとは、まあ、ちょっとおまけというか、まあ、付録というか、ですねそのパワーポイントのまあ画像集のようなものが、 えーまあ、ちょっと、えー、あるかなとは思いますが、まあ、基本的には合格基礎のテキストとそれから降格計ですねただこの2つなんですけれどもあの普段まあ講義の中で扱っていくのはテキストだけになりますでテキストに関して、えーまあ、全18回ですね、えー、この講,講義の回数の中で、まあ、お話をしていくと。 であとは、その高系会計学、まあ、今日は、まああのーまあ、あまり触れなくても大丈夫かなと思うんですが少しずつ会計学になれたらそのの会計学の方もまあ少しやっていいたただきたいんですよねでこれはの授業中には特に触れることがありませんので、まあ、おそらくこれは皆さんご自宅でご覧になっている方が多いのかなとは思うんですが、あのー、例えば、まあ、外で見ている人もいるかもしれませんけどね。 えーまあ、あの高賀家、会計学、まあ、問題集の方については特に講義中に使用することはありませんので、えー、もし、まあ、外で出かけて、まあ、出先で、まあ、見てる人いるかもどうかちょっと分かりませんけどねあの特に持参することはあ必要はありませんあのとりあえず合格基礎の、まあ、テキストだけ、えー、お持ちになっていただければあ講義についてはそれで十分と、まあ、いうことですね。ねねただ、まあ、今日は1回目ですから、ね まあ、そこまでやる必要はないんですが、まあ、あの2回目以降少しずつこう会計学になれたら高果、まあ、け会計、まあ特に高果け会計学というまあ問題集なんですがあのそれぞれ問題ごとにえ重要度のランクがつけられていますで一番重要度が高いのが AAA、まあ、AA ですね、AA で、まあ、その次が A ランクになっているシングル A ですね。でだいたいこのの辺が重要なので、まあ、とりあえず えーまあ、今日はいいですけどねだんだん会計学に慣れてきたらダブル A それからシングル A ですね、まあ、それぐらいのところの問題を少しずつこう覚えると、まあ、いうことをやっていただきたいんですねで、えー、ちょっと今日1回目なのであの、まあ、講座の流れですね流れもお話をしたいと思うんですが、まあ、トータル2時間半で1コマになりますただ、えー、間が途中10分休憩取りますので、まあ、ちょっと10分間ですね えー、休憩取とります。で間に10分休憩挟んで前後半、まあ、一応2つずつに、まあ、ユニットみたいな形でこう分けて講義をやっていくという予定なんですね。ですから前半は2つのユニット後半も2つのユニットにそれぞれ分けて、まあ、説明をしていくと、まあ、いう感じなんですね。で、まあ、これはずっと同じです。ね でえー、この講座の中で合格基礎の、まあ、テキストの内容を一通り、えー、講義をしていくと、まあ、いうことになるんですがただ、えー、実はですねあの、まあ、ちょっと皆さん、会計学を始めたと思うんですが税効果会計なんていうのはちょっとん中にあるんですねで、こういうのはほとんど扱う予定はありません、ですからあの全部ということをちょっと言ってしまいましたけどね、えー、全部ではないと、まあ、いうことなんで、まあ、一部になりますあの、一部ちょっと割愛しちゃうところもありますんでね。 ただ、まあとりあえず鑑定士の試験の中で出そうなところは一通り扱っていきますので授業で扱ったテーマ、これについてはしっかりと覚えておいていただきたいと逆に授業で扱わなかったテーマですねでこれはもう意図的にあるいは意識的に飛ばしているというふうに認識をしていただいてそこは特に触れる必要はないということなんですね。で もう一言ちょっとお話をさせていただきたいんですが会計学という科目なんですね。でこれはもちろん論文式で実施されるということになるわけなんですね。で例年は鑑定士の試験、まあ、論文ですね、論文は、えーまあ、3日間なんですけどね2日目の午前中ですかねだいたいそこで行われることが多い例年だとそ,のそこのタイミングで実施されると、まあ、いうことで、ね、2日目にやるのが会計学なんですが。 でまあ、もちろんというか、まあ、私自身ですね、えー、鑑定士でもありませんし、えー、鑑定士の受験経験はないんですけれどもあの鑑定士の論文式の試験ですねでこれはまあ客観的に見た時に、まあ、4科目あるわけですね。えー、鑑定評価理論それから民法会計学経済学と。で特に、まあ、そうですね民法と、まあ、経済学と会計学、まあ、いわゆる教養3科目なんて呼ぶ人たちもいるようですけれども民法と経済学と会計学 この三つを同時に勉強するなんていう試験は、まあ、普通ないですね。普通はない。しかも、これだけ難易度の高い内容で。同時に勉強するなんていう試験は、ちょっと私が知り得る範囲で言うと、ないんですね。何が言いたいかというと。あの、皆さんは、まあ、もちろん鑑定評価理論という、まあ、一番のメイン科目があるわけで、その鑑定評価理論と。民法と経済学と会計学という、この四科目。 でこれは、まあ、ほぼ同時並行、まあ、多少、まあ、ずれることもあるんでしょうけれどもほぼ同時並行で勉強するという形になるわけですね。で民法とか経済学とか会計学というのは、まあ、専門性が非常に高い、まあ、簡単に評価理論もそうなのかもしれませんが専門性が高いんですね。 でしかもそれぞれ大学の先生プロフェッショナルな大学の先生が問題を作るわけですね。なかなか難易度やっぱ高いですよふとやっぱり不動産系でいうとトップの資格だって言われるにふさわしいぐらいの問題やっぱ出してくるんですねですからあんな簡単には解けない問題をだ、まあ、出してくるんですけどねで私が言いたいのはこのまあ鑑定評価理論民法経済学会計学全部性質が違うということです全部違います とということで,、えーそうですねまあ、私今子育てをやっている <laughs> まだ子供ちっちゃいんですけどね、えーまあ、やっと子供だいたいもう今言葉喋れるようになってきたんですよ、まあ、まだ4歳5歳ぐらいの年、えー、なんですけどねでやっと普通にこう、まあ、そうですね言葉喋れるでもまあそうですねやっぱ数年かかりました皆さんはおそらく鑑定士の受験を目指すにあたって鑑定士を目指すですね、まあ、受験をするにあたって この全く別々の特徴を持つ4科目を同時に勉強するということはちょ、まあ、直感的にというか感覚的に言うと4科目4カ国語をこれを同時に学習するような内容になっちゃうんですよ。だから日本語と英語とスペイン語と中国語みたいな全部バラバラの言語なんですね。でこれをいっぺんに勉強するからぐちゃぐちゃになっちゃう。でとにかくやっぱり慣れって絶対必要です。だから学生の方が有利だっていうのはそういうことですね。 す学生というのは、ま、全くあの、まあ、語弊がありますけど何も知りませんからね何も知らない方がむしろ有利なんですよ全く知らない状況うちの息子もそうです娘もそうなんですが生まれておぎゃーと生まれた時に何にも知らないわけですでも知らないからこそ逆に吸収力が非常にいいわけです、まあ、うちの子供が吸収力いいかどうかちょっとあれですけれども、まあ、今もう言葉をどんどん覚えて、まあ、そうですね普通に喋れるようになってます、まあ、数年かかりましたけれどももね皆さんも まっさらな状態からどん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 言葉を覚えてほしいんですね覚えてほしいんですで、その時に気をつけていただきたいのは汚い言葉遣いは覚えちゃダメということです 要するにいい加減に言葉使う人いるんですよそっちの方が楽だからでも楽な言葉表現に逃げちゃうとこれ大学の先生が丸をつけるんで嫌がりますからね汚い言葉を使う人間っていますからそういう人間って嫌われますですから鑑定,表鑑定士の試験もそうなんです皆さんがこれから会計学という勉強をする時にあの自分で勝手に表現作っちゃう人いるんですよねでこれ多分大学の先生見るとすごい嫌がります要するにきれいな日本語を使っていただきたいんですよ でそののな日本語の代表例が定義なんですね、まあ、定義っていうのは正確にきれいに言葉を使っていただきたいあの定義の部分で自己流表現なんて認めませんのでですからあのこれからまたおおに触れてお話をする予定なんですが会計学の本試験問題ですねまあ、皆さんご覧になったことないかもしれませんが会計学の本試験問題って本当に細かく証文を分かれるんですが大体証文の最初のところっていうのは定義を述べなさいとかっていう証文なんですね。 でその証文の一番最初が大体「定義を書きなさい」とか「定義を述べなさい」って書いてあるんです。で,ここで汚い言葉を使うと絶対先生が上がりますそれも間違いないいなと思いますですでから本当は合格者のど隣かなんかに合格者がいて合格者にか語ってもらうともっと説得力があるんでしょうけれども定義は書けてるはずです。っていうか定義を書けないってことは勉強してないのと一緒ですからね。ですから 定義を書くということは、受験生として最低必要なんです。で、ここは綺麗な表現を使ってほしいんです。で、本当は最後まで、まあ、綺麗な表現を使ってほしいんですが、まあ、部分的にはもうどうしようもない。まあ、仕方がない部分もあります。まあ、ある程度自己流表現ですね。まあ、多少ぐちゃぐちゃという表現でも、まあまあ、ある程度は許容されますけれども。 定義は正確に覚えるということですね。そこは会計学は、まあ、他の科目とちょっと違うのかもしれません。しっかりと覚えておいてください。でそれから学習のスタイルとしてはおそらく関連評価理論に一番近い要するに暗記になっちゃいます。暗記です。覚える。だから会計学の試験ですね。まあ 会計学の試験、まあ、我々が答えを作るんですが答えっていうのは予備校ごとに変わらないですみんな同じ答えになってるはずです表現まで同じですほとんど同じ。 ということはどういうことかというと自己流表現認めないんです要するにこの問題だったらもうこの答えしかないですよっていうのは決まっちゃうんですよ会計学はでそれなぜかというともう表現あるいはフレーズ全部これ固定されたものが決まっていてそれを我々は覚えるということをやるわけですで皆さんは鑑定評価理論のプロフェッショナルを目指すんで会計ではないんですよねですから本来皆さんが会計をやる理由っていうのはそんなにないのかもしれませんでただ皆さん将来鑑定士という立場で あの会,会計室の先生あるいは税理士の先生とも、まあえー、共同でお仕事するケースもあるのかもしれませんのでねでそうなってくるとやっぱり何も会計知らないのはやっぱりちょっと具合が悪いので、まあ、そういう意味で多分会計学という科目が多分設定されてるんだろうと思いますですから会計のプロフェッショナルを目指すわけではないので深入りする必要はないということです深入りする必要はない要するに深入りっていうのは何かというとなぜなぜなぜなんです 要するになぜを皆さんが考えることはそんなにないまあ多少ありますよ多少ありますけれどもそんなに会計士や税理士ほどないです。す覚えればいいんです。要するになぜなんて考えなくていいとなぜこうなんだろう本当はそれを考えるべきなんでしょうけれども皆さんにとってはそれは必要ない。なぜこうなるのかまあ多少もちろん考えるケースではまあ多少出てくることはありますけれども基本はもう覚えるフレーズを覚えるこれで終わりです。覚えるという作業ですね。 ただ皆さんの中に理科系ですね理系出身の人がいるかもしれませんが理系の人って大体覚えるというのは嫌いなんですね要するになぜお考えないと嫌だとかって言われちゃうケースもあるんですがただ皆さんはとにかく目標ははっきり見据えておいてくださいですか皆さんにとってのゴールは鑑定士というところですね鑑定士として登録をするでもうバリバリと実務家として働く皆さんはこれからナビゲーションで 目的地まで行くという設定なんでですねでその目的地が鑑定士の合格登録そしてバリバリと鑑定士という肩書きを必っ下けて、まあ、働いて、まあ、たくさんお金稼げるのかもしれませんその辺はちょっと私も詳しいことは分からないんですがそこに皆さんは目標を設定してるはずなんです。でそこの目的地に行くときに今私が運転してますから私が運転して皆さんが助手席に乗ってるという状況なんですね。 ですから私が皆さんにこうやって目的地に行くんですよ要するにこういうふうに勉強していってこのフレーズを覚えるそしてところどころはなぜというのをまあ考えなければいけないケースもまあ多少は出てきますがこれはこういう意味ですよこうですよそういうことを説明しながら目的地まで皆さんを連れて行きます。で皆さんも今度は本番の試験私いませんのでですからもう皆さん一人で運転して目的地まで行くという状況になっちゃいますのでね。まあ、そういうふういふなな状況になればやっっぱりり皆さんもしっかりと 覚えるという作業が必要になっちゃいますからあのとにかくやっぱり暗記ですね暗記ですで、暗記である以上はなるべく少ない方があ覚えやすいんですですから一応この講座の中では必要最低限 ここは覚えななきゃいけないといけとうフレーズを中心に説明しますですから、えー、冒頭でもお話をしたようにこのテキスト合格基礎のテキストの中で触れない部分もありますでそれはもうやらなくていいだろうと、まあ、そこまで覚えですよね一応参考として載っけてるだけなんであの授業でやったところだけ、まあ、覚えておいていただければいいのかなと思いますですから、まあ、これからですね目的地に向けて私が運転して皆さん助手席に乗っけて、えー、目的地に向かっていくと。 ただ本番の試験は私は言いませんのでもう皆さん一人で運転して目的地までたど、えー、り着いていかないといけないわけなんですがとにかく覚えてください会計学は覚えるもう嫌だって言っても覚えるもうそれしかないんです覚えるしかないで覚えるためには時間が必要ですだからどうしても長くかかっちゃう人いるんですね やっぱ学生の方は、まあ、やっぱりもともと知識ないですからねまあないというとちょっと語弊がありますが要するに何も知らないところからスタートするしかもたっぷり時間はあるそれは絶対的に有利です競争すればで皆さんの方はいろんな知識が中途半端にあったりするこんなことはこうで私会社の経理でこうやって会社の経理でこうやってるってそういうのいらないですから会計学勉強するのにでかいって邪魔になったりしますんでですから 先生私会うちの会社で経理やってんですよねっていらないですそういうのだから聞いてみてください鑑定士に受かった人に会社の経理やってますかってやってないですからそんなの むしろやっちと半端に会社の経理とかやっちゃうとあのこういうケースはこう,こういうケースはとかでも全然実務家の方に行っちゃいますあの実務的な処理になっちゃいますので皆さんに実務的な処理なんて聞かないですから皆さんは会計の基礎の部分が分かってるかどうかを聞く試験になっちゃうんであのまあ募金に関して言うとまあそれは取ってれば取ってるほがいいのかなというところもあるんですが。 あの基本的にはゼロでいいです会計額は、まあ、多分他の科目もそうなんでしょうけどゼロベースからスタートするという形になりますゼロベースからスタートして、えー、目的地にたどり着くという形になります。 簿記、まあ、とかを例えば日照簿記検定2級、3級受かってるなんていう人も中にはいるかもしれませんそういう人はまあ多少、まあ言葉としてあるいはまあ書類としてまあ有利な部分はあるかもしれませんが少なくとも会社の経理をやってるというのはほとんどプラスにならないですですからあの会社の経理をやっ,てるからやってるから合格まで少し短くなる合格までの距離が短いで逆にやらないから相対的に長くなるそんな試験ではないですからですからあのいいですあの、ま、全く知らないという前提で結構です。 で全く知らないと、まあ、会計学は初めてという方を前提に、えー、これから18回で、えー、会計学、まあ、内容を説明する。 でさらに皆さんはこの後ですね答案練習の機会がいくつか出てくるかと思います、でこれは必ず受講してください、答案練習ですねで特に記述になりますからね、第三者に評価をしていただかないと、客観的なところは分かりませんので、ですから、あのこの講座が終わったら、ですね記述の,あの答案練習ですね、答案練習の方にも移っていただきたいということですね。 で、まあ、そんなことで将来、またですね、と、え、わ、ー、練習の講座もあったり、それから必修論点総ざらい講座なんていうことで、えー、まあ、文字通り、えー、ここはやっとかなきゃいけないという必修論点ですね、そこをま,あまとめた講座なんかもありますんでね、あとは最後、公開模擬テストですね、公開模試なんかもあります。一一応、レックとしては、通り、 合格に必要なプロ,プロセスを考えてえこういう講座こういう講座っていろんな講座を作っていって最終的に目的地までたどり着くというような、まあ、流れになってるんですねで実際、まあ、え決して数としてはですねもともと合格者が100名前後しかいませんので、ね、そんなにあの100人も200人も受かるという実績はないんですけれども合格者はもちろん毎年出ています。 もともと鑑定士って合格者自体が100名とかせいぜいそのくらいしかいないんですねですから本当に少ない人数しか合格者が出ないんですが、まあ、それでも、えー、レックとしては毎年合格者出してます一発で受かった人も毎年のように出てますんでねですから、あのー、言われた通りやるということですねで基本的には自己流とかっていうのはいらないんですねで自己流とかって考えると合格まで長くなると思った方がいいですから 言われれたことをやるだけそれだけけそですですから、えー、もうこちらはですね、まあ、鑑定士の試験二次試験なんて言われた時代もあったんですが二次試験と呼ばれる時代からずっと鑑定士の試験に、まあ、受験予備校として携わってきているということになるわけですからですから言われた通りの教材で言われた通りやるであの基本的にはとにかく覚える。 でえー、昔の言葉ことわざですかね読書百編「い自ら通ず」なんていう言葉もあります100回読めば100回読めば難しい言葉でも通じるっていう、まあ、そんなような感じなんだろうとは思うんですね分かんなかったら繰り返して読む繰り返して読んでるうちに言葉として理解できるというケースがありますそこの部分が抜けちゃうとやっぱりまずいんですよねうちの子供もそうです最初言葉を要するに大人の真似してるだけですから。 でも後から理解がくっついてくるんですね。皆さんも多分そうだと思います。あの私の真似して喋ってください。私の真似をして繰り返して喋ってると後から理解がくっついてくるんですよ。ですから百回繰り返せば自然と言葉っていうのは通じてきちゃいますよ。読書百遍いい自ら通ずと百回読めばわかんない言葉だってそのうち自然と通じてきますよと。 さ100回読む時間はないんでしょうけどねあのとにかくやっぱり繰り返すという作業は絶対必要ですでそのためには学習時間はやっぱりある程度必要です一日30分とか1時間の勉強で受かるっていうのはさすがに最難関の試験ですけどね、えー、不動産系トップの資格になりますんでねそれはさすがに一日30分や1時間ではやっぱりちょっと厳しいですですからなるべく学習時間を多めにとって繰り返すということも当然やっぱり必要になるわけですねまあそれは厳しいです あのな最難関ですからね皆さん受けるのはあのそのあのちょっと23か月勉強したら丸ツで受かっちゃいましたそんな試験じゃありませんので最難関の国家試験になりますんでね。 まあ、それだけやっぱステータスもあるんだろうと思いますんでね、えー、それに向けてしっかりと頑張っていただきたい決して道のり自体は短くないですけど長い道のりになっちゃいますけれどもね、えー、しっかりと最後までモチベーションを維持していただいて、えー、とにかく途中で腐らずにですね、えー、とにかく「う面倒くさい」とか言い始めちゃうともうどん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 傍観から遠ざかっちゃいますんで、えー、とにかく覚える暗記する。 まあそういった作業になります。しっかりと認識しておいてください。はいでえー、あとはですね、ちょっと、まあ、前置きはまあこれぐらいにしまして、まあ、テキストですね、まあ、表紙は結構なんですが、ちょっとテキストの方、少しお話をしたいと思いますで、えー。ちょっとプレゼンターの方に移しますが、えーまあ、表紙はですね、まあ、結構ですので、目次はこんなふうになりますで、えー。ずっとあるんですが、まあ、次のページまでですかね。で例えばですね、えーまあ、これは今、覚える必要ないんですが、例えばこの第 18条ですかね税効果ってもう先に言っとくとこれは多分やらないですで一応税効果会計という会計があるんですよという内容ですであの皆さんですね例えば巷に行くと本屋さんがあって税効果会計なんていうのがううもう一冊でそれ一冊で本になってるなんていうことをまあお目にかかった人いるのかもしれません税効果っていうのはまあもちろん税金が絡んでくるんですねでこれは過去鑑定書で出たことないんですねでおそらく 出、まあ、ちゃったらごめんなさいって感じなんですが多分これからも出ることはないと思うんです,要するにこれを理解しなきゃいけないのは公認会計士とか税理士の先生たちなんで皆さんにとってはあまり関係ないただ証文、まあの一つで,で、まあ、出ることも、まあ、あるかもしれませんけどね基本的にはあ扱わないこの講座の中では扱わないということです。ですから、えー、先ほども言ったように皆さんはこの合格基礎のテキストです今、ねまあ、全部というわけではないんですがとにかく覚えるわけです。 で覚える以上はなるべくだったら分量少ない方が覚えやすいのでなるべくこう分量を、うん、絞っていきたいとまあよう,うに考えてますので、まあ、第18章、まあ、そういう意味でも、まあ、ここはまあ扱わないかなと思います。まあ他のところでも若干扱わないところが多少あるんですねですからあの全部覚えるわけではないと、まあ、いうことになりますんでねすべ、まあ、て覚えるわけではないと、まあ、いうことですね。はい でちょっとまたモニター少し切り替えちゃいますが今日第1回目ということでどんな学習をどういった内容を学習していくのかということでちょっとそれを説明した上で1回ユニット1は閉じたいいとと思いますではちょっとモニター切り替えたいと思います。 はい。で、えー、ちょっとここまで一回内容を説明して、ちょっと一旦ここで小休止を入れたいと思うんですね。ブレイクタイムっていうんですかね。で、まあ、今日これから説明します。まず、あ、そもそも会計学ってどんな学問なのか。それから、まあ、ここですね。あの通常会計学という場合には財務会計のことを言っています。財務会計のことを言っています。財務会計ですね。で、財務会計というのは、まあ、また後で説明を。 しますけどね。外部の人に報告をする会計なんです。ですから企業がですね。企業がまあ、株主だけではないですがど、まあ、投資家ですね。株主だとか、あるいは債権者とかまあ、他にもいろんな人たちがいるんですが、外部の人に報告をするで、それが財務会計だということなんです。で、基本的に不動産鑑定士の試験不動産鑑定士の試験における。 会計学という科目のまあ中身については基本財務会計なんです。で、普通我々が会計会計と言った時は特に断らなければおそらくほとんど多分財務会計のこと言ってます。要するに外部に報告をする会計です。で、財務会計とは別に管理会計というのがあるんですね。で、これ私の記憶だと一回だけまあ出たことはあるんですね。なんでこんなん出ちゃったんだろうという感じもするんですが、管理会計というのは会社の中の管理用でやる会計なんで、あの。 会社の中で報告をされるような会計が管理会計なんですねですからまあ一応ですね過去、まあ、出たことあるんですがでもおそらくもう二度と出ないのかなとは思うんですが、まあ、通常は管理会計ではなくてこちらなんです財務会計の方が試験、まあ、会計学の試験科目の中身としては、まあ、通常財務会計だと。で財務会計というのは企業が外部の投資家に対して報告をするという会計のことを財務会計と言っているということですね。 でやっぱり皆さんが将来不動産鑑定士という立場で、まあ、会計に関してまあ多少はです、ねまあ、あの触れる機会もあるのかもしれませんでその時はやっぱりこの財務会計の知識はやっぱまあ多少必要になるケースもあるのかもしれません、まあ、ですから試験科目の中に設定されているのかなと思います。 このあと、ね、会計とは何か財務会計とはその辺のところをき、ね、今日第一回目のメインテーマとして多少、他にももちろん説明するところはあるんですが一応、今日のメインテーマとしてはそんな感じでお話をしていきたいと思います。はい とということで、まあ、まだちょっと早いんですがあ、まあ、ちょっと区切りがいいので、まあ、一旦ちょっとここで区切っていただいてで次のユニットから今度は中身テキストを使って中身の説明ですね1ページ目からお話をしていきたいと思います。まずはユニット1ということでこれから目的地です、ね、とそれが皆さんが将来合格をして鑑定士としてバリバリですね活躍をしていくというその目的になるべく最短距離で進んでいきたいと。ですから 私があの皆さんを運転して連れていきますんであの言われた通りに進んどいてくださいあの勝手にあの迷子になっちゃダメですけどねあの隣で私の隣で、えー、聞いといていただければ結構ですであとは最後ですねもうとにかく繰り返すともう何回も何回も繰り返す繰り返して繰り返して,返してなるべくだったらきれいな表現を使えるようにした方がいいです。特特にに定定義義ですね特に定義は 自分の言葉はダメです自分の言葉ではなくて定義っていうのはちゃんとオフィシャルな表現を使っていただきたいとなるべく綺麗な表現を使った方が評価は高くなりますんで、ね、しっかり覚えておいてくださいとにかく覚える会計学は覚える暗記する面倒くさいですけどね面倒くさいんですけども仕方がない覚えるという作業になりますんでしっかりと講義を受けて本番の試験を臨んでいただければなと思いますけどね。 ではですね、ちょっと一旦ブレイクタイムを挟んで、ユニット2、ここからちょっと本格的な内容の方に移っていきたいと思います。ではちょっと一旦ここでブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では続いてユニット2に移ります。ではテキストの中身のところなんですが、1ページ目ですね、ちょっと移します。 1> でまあ、第1章ですけどね、まあ、会計学の総論の1ですねで、本章で学習で、この辺はいいです、あのここはです、ね、あの前,前提というか、まあ、前書きというか、まあ、この辺はいいです。で、会計というふうに書いてあるのが、この辺もいいです。で、会計の意義ですね。で、まあ、1の1ですね、ちょっとモニター切り替えますが、で私、冒頭でお話をしたようにですか、会計学は、会計学という科目は、 定義は正確に覚えるこれはもう必須だと思ってください受験生としてもう最低限定義は覚えると言ったんですがたださすがにここはないと思います あの会計とはということで、さすがにこれを皆さんに書かせることはない、例えば、まあそうですねうん、例えて言うと、人間とは何ですかって聞いてるようなもんで、さすがに人間とはとか聞かれても、ちょっと答えようがないなというところもあるんで、人間は人間としか言えないという、まあ、会計もそうなんです、会計とはと、まあ、一応定義めいたものは、まあ、あるんですけれども、この辺はさすがにもう人によって若干表現違いますしね、でここは覚えなくてです、ね、まあ、会計は会計だと、まあ、いうことですね。で 実はこのテキストですね、まあ、ちょっと後のページに出てくるんですがあのしつこいですが定義はまあ正確に覚えてほしいんですがここは正確に覚えてほしいというところは一応アンダーラインつけておきましたので、まあ、そこはですね中心に覚えておいてくださいでここは何もアンダーラインがついていないんでここはもう飛ばしちゃっていいですなるべくあの先ほど言ったようにあの覚えるべきところはやっぱちゃんと覚えなきゃダメですでこういうのは覚えなくていいですよね会計とはなんていうのはいらないさすがに。 皆さんに欠かせることはないです。ですから、まあ、ここは飛ばしますんでねで、ちょっと次のページ、2ページ目に移っていただいて、でここももうさらっと聞き流す、もうさらっと聞き流せばいいのかなと思いますで。会計の種類ということで、今日冒頭のところでも先ほどあのお話をしたように、あの財務会計というのはまあメインになってくるんですが、実は会計という、一口に会計とい,といってもいろんな種類があるんですね。で、ちょっと一旦下がっていただいて、 ですね、ただ、皆さんが受験生として大事なのはこの財務会計だけ覚えておけばいいのかなと思います財務会計というのはこれは外部の人に報告をする会計なんだということで、まあ、今、ここはいいですよあんまり覚えなくて結構ですが外部の人に報告をするで外部の人に報告をするからやっぱりルールが必要なんですよ。 まあ特に法律とかありますで,法律でなは、まあ、企業会計原則というものもあるんですが法律だとか、まあ、その法律にちょっとまあ近いようなまあルールがあるんですけどねあのルールに基づかないとダメなんです外部に報告する時には。ですから例えば、えー、一般投資家に向けて企業がですねそのいろんな例えば1年間でいくら儲かったとかですね、まあ、そういうの報告をしたりするわけなんですが。 勝手にルールを作ってはダメなんですよ。みんな同じルールの下で報告をしないといけないんですね。ですから財務会計ということで外部の人に報告をする。外部の人に報告をするからやっぱり社会的にいろいろと縛りをかけられちゃうんです。勝手なことは許さない。社会的な規制があるんです。で、実はですね、ちょっと右にずれていただいて。 最近、これが出てきちゃったんで、ちょっと少し変わっちゃうんですが、この非制度会計というのも、先にですね、多少出てきちゃったんですが、IR というね、ただ、ほとんどが財務会計というのは、この制度会計と同じです。で、制度会計ということでまあ制度にか、制度に基づく会計なんですが、規制する法令ということで,で、これはちょっとですね、覚えなくてもいいんですが、 会計に関する法律って3つあるということだけちょっと記憶しておいた方がいいのかなと思いますまあ、直接試験にこういう内容は問われることはないと思うんですが 会計というものを縛る法律は3つあって金融商品取引法と会社法と税法という3つあるわけですね。で皆さん基本的には国ここが中心です。金融商品取引法がまあメインになってきます。で国がメインになってきて特に税法は皆さんは関係ない皆さんは関係ない。で会社法もまあほとんど関係ないということで、まあ、一部多少はですね会社法ではこうなってますよというところがまあ出てくるケースもまあなくはないんですが。 ほとんどがこれです、金融商品取引法になってくるんですね。で、実はですね、えー、財務会計、まあ、外部に報告するんですが、外部に報告する会計の中で、最近は非制度、まあ、非制度会計と呼ばれていて、覚えなくていいんですが、インベストリレーション、IR なんていうものが出てきたんですね。で、皆さん、IR って言葉聞いたことある人多いんじゃないのかなと、最近結構流行ってます、IR ですね。で、覚える必要皆さん覚える必要ないですが。 IR=、まあ、インベスター・リレーションズということで直訳すると、インベスターって投資家なんですね。で、インベスター・リレーションズ、投資家とのまあリレーション、関係なんですね。で、投資家との関係を非常にこう良好に保つみたいなものが、インベスター・リレーションズということで,で、これは例えばメーカーですね、メーカーがホームページがまあ通常あると思いますので、ホームページ上に新製品、ね、うちの会社が作った新製品をホームページ上にアップするみたいな。 で、それを多くの人が閲覧します。で、多くの人が閲覧して、あいいなぁなんて思ったりすると、そこの会社の株が上がっちゃったりするんですね。まあ、まあ、結局いやいい、いいことなんでしょうけどね。まあ、そんなような形で、投資家との関係というものをこう非常に良好に保ったりするんですね。ただ、これは、インベスター・リレーションズ、IR なんていう、最近、IR、IR なんていう言葉、まあ、時々こう耳にすることが増えてきたような感じを受けるんですけどね、IR、っていうのは 投資もともと、まあ、そういう意味なんですけれども具体的にはホームページ上に新しい製品なんかの情報を公開してそれを閲覧した人が「ああすごくいいね」なんていうことでそうするとそういうなんていうでしょう雰囲気っていうかそういう声が一辺に広がったりするとそこの会社の株が上がって投資家が得をするみたいな。 ただ、このインベスター・リレーションズっていうのは、ちょっと上に戻っちゃいますが、ルールがまだ整備されてないんです。ですから、これはあくまでも任意でやってるだけのものなんで、外部の人、ふとまあ、不特定多数ですかね、いろんな人がホームページにアクセスしますんでね、まあ、誰が見るかわからない、本当に不特定多数の人に向けて情報が発信されるんでしょうけれども、だから、一応ですね、 外部の人に報告をするという意味で財務会計という流れにの中に入ってるんですがただ財務会計ですね外部の人に報告をするんですけれどもあの今のところ法整備みたいなものが進んでないので IR っていうのはあくまでもででやってるだけなんですだからもちろんやってない会社も結構あると思いますですからちょっと数がどれぐらいやってる会社があってやってない会社があるのかってちょっと比率までは <laughs> 調べてこなかったんですが。 おそらくやってない会社ももちろんあるし、まあ、やってる会社ももちろんあるわけですねただこれはあくまでも任意でやってるだけなんだということでこれは制度に基づかない会計ということで非制度会計と言いますただ非制度会計が国家試験特にあの不動産鑑定士ですね不動産鑑定士という最難関の国家試験で出るわけがない普通に考えて IR なんていうのがまず出ることはないと考えていただいて結構です まあ、最近はよくこの IRIR IR って言葉最近ニュース、まあ、最近なんかよく耳にするケースが増えましたけども受験生という立場ではここはいらないいらないえつまり財務会計外部の人に報告をするという会計なんですがほぼほぼ制度会計ですよっていうことなんですね。やっぱルールがあるんです制度があるんです財務会計というのは 財務会計というのはですから財務会計財務会計というのは制度会計ですよって制度会計まあ一部非制度会計もありますがもうほとんどこれ意識しなくていいと思いますですから財務会計はまあほぼ制度会計そしてこの制度っていうのは法律です基本的に法律なんですねでさっき言ったようにこの法律で縛ってるわけです法律で縛る でこの法律が3つあってで、やっぱりここがメインです、金融商品取引法というのがメインになると、まあ、いうことなんですね。はいまあ、一応こういうような流れになるんですね。でまあ、あとはですね企業会計、こんなの覚える必要ないです覚える必要ないんですが、言葉としてはよく出てきます、企業会計、企業会計、でここはさすがに皆さんはこ,ここの定義を覚え,ることはない覚える必要はないです。 なぜかというとあまりにも基本的な言葉すぎちゃって例えばさっきも言いましたけど人間って何ですかと人間とはっていう、まあ、定義もあるのかもしれませんがあのそういう内容って普通我々が議論する時は人間とはなんていう内容は普通問題にしませんのでですからあまりにも深いあの基本的な話すぎちゃってこういったところの定義はまず書く必要はないんですが、まあ、企業会計とはということで企業がやってる会計だと。 いいうぐらでで結構です企業がやってる会計会計計これ企業と言ってるというのはあの役所じゃないですかねいやあの市役所とか区役所とはちょっと違うちょっとといかまあだいぶ違いますのでですからレックももちろん企業なんですねで企業というのは基本的には営利というものを追求するわけです難しい言葉で言うと。だから 営利を追求するんで、営利を追求する企業がやってる会計なんで営利会計なんていう言葉を使うこともあるんですけれども、ただここはいいかなと思います。これからの授業、ほとんどこれで出てきます。企業会計は企業会計はという言葉で出てきます。あの定義をここは覚える必要はないんですが、企業会計はと言われたら、まあ普通に企業がやってる会計だと。 まあいうことでちょっと最初の段階でまあ軽くてここはもうあっさりでいいです。企業がやってる会計ですね、はい、でちょっと次のページで、はい、今度は括弧の2番でここも覚える必要ないアンダーラインつけてないですからね。営利会計まあ営利会計の企業会計なんですがそれに対して非営利会計というのはある。 でこれは典型的には例えば東京都都庁ですねいや、まあ、役所というか、ね、都庁なんかの、まあまあ、公務員の人たちなんですがそんなところの非営利ということで例えば典型的には公務員ですね公務員の人たちは別に営利目的で動いてるわけではないのでその役所がやってるような会計、まあ、公務員の人たちがやってるような会計でこれが非営利会計のまあ典型例だなんて言われてることがあるんですがこれも。 ここれも皆さんはは考えることはないいと思いますで、なんでと思いますちょっと最後の部分あの少し含みを持たせたのかということなんですが皆さんが受験予定の2020年でおそらく2019年と試験に変わらないと思うんですがあのちょっと試験員ですね大学の先生が試験員やっていて、まあ、2020年まだ分かりません皆さんが受験するときどの人が試験員かまだ全然公表されてないんですが、まあ、おそらく2019年と変わらないと思うんですね。で 大学の先生なんで、まあ、ひょっとするとですね、まあ、それぞれ研究分野があるということなんでまた新しい本とか出るかもしれません皆さんが受ける2020年の時に試験員がですね新しい本かなんかを書いちゃって例えば非営利会計なんていうタイトルで本なんか出されちゃうとやっぱちょっとそう,そういう状況になっちゃうとこれはやっぱり少しやんなきゃいけないのかなと思うんですねでもこれは今普段皆さんがこれから会計を勉強する際は意識する必要はないということですですから 皆さんはまずこの合格基礎講座の中で本当に大事な部分をまず勉強しようと大事な部分で例えば皆さん将来ですねまあ別に明日試験じゃないですけどねまだまだ先は長いんでもし試験員が発表されて,試験員が発表されて例えばその先生が非営利会計例えば役所なんかがやってる会計ですねそれを例えば専門にしてるなんていうことでその新しい試験員がそういう自分で本を書いてたりすると やっぱそれはちょっと勉強しなきゃいけないということでちょっとそういう状況がに変更があればですねあのそこはまた我々はやっぱり考えないといけないということなんですが現状は考える必要はないですそういう特別な状況がなければ非営利会計なんて言葉は理解しなくていいということですねやらなくていいということです <laughs> はいで ね、で実際、多分ここから先です、大事なのは、財務会計と管理会計ですね。で、えー、ちょっと今まではもう本当に、周、う、り、んまあまあ、読み返す必要ないんですが、財務会計と管理会計、でこれは過去出ています。財務会計と管理会計の違いで。で、いいですか、ちょっとこのテキストなんですが、このテキストのところで、まず、 アンンダーラインをつけたところはなるべくく正確に覚えてください特にできれば点線と実線でちょっと重要度を分けたつもりなんですが点線のところは、まあ、もちろん覚えられれば覚えた方がいいんですよ。あのおただ点線つけたところはそこまで、えー、完璧に覚えることはないです。ですから、まあ、多少自己流表現があっても大丈夫です。ただ こここに、まあ、これは、うん、アンダーラインが点線になってるんですが実線の部分もあるんですね実線になっちゃってる部分もあるんですが実線になってるところはもう完璧にオフィシャルな要するになんていうんでしょう鑑定評価理論でいうと基準通りっていうんですかねだからここは絶対自己流表現ダメですよっていうところは実線にしておきますですから今回は点線になってるんで点線になってるんでそこまでそこまで神経質に覚える必要はないんですがただいいですか あのちょっと誤解のないようにしていただきたいんですがもちろん一番強いのはこのテキストの表現全部そのまま覚えるということです。で、えー、鑑定士の試験ですねもう昔の二次試験からずっと長い歴史があるんですが、まあ、ごくごく一部の例外を除いてはこのレックの教科書を本番の試験で持ち込みかだったらあの合格点はまず取れます。本 本当にごく例外は、もちろんあありりまます。す長い歴史がありますからね。ごくごく一部の例外は確かにありますけれどもレックの教科書を持ってったら本場で見たらカーニングになっちゃいますけどね持ち込み課で見ながら書いていいっていうんだったらあの合格点絶対取れますよ。本当に一部の例外除いては。ということはレックの教科書のこのデータを全部頭に入れちゃえばいい,い,いわけですよ。 あとは引っっ張り出すだけの作業になってくるんででもだいたい,いや先生本気で言ってんですか?」とこんな何百ページもある何百ページもあるこんなデータ先生頭に入りませんよってまあもちろん普通の人は入らないです。 まあごくまれに何か、えー、暗記はこうやってやるんだみたいな,なんか本がありますんでね、えーまあ、私も興味があってなんかたまに読むんですけど、まあ、なんか自分は無理かななんてすぐ閉じちゃったりするんですけどもまあそういう一部の例外の人はまあ別かもしれませんけど普通の人は何百ページなんていうデータは頭に入らないわけですね。ですから その中でデータ量を少しずつ絞り込んでいってどこの部分は正確に覚えてどこの部分はまあ仕方がないあのいいって言ってるんじゃなくて仕方がないって言ってるんですよ。本当はこのまま覚えてほしいんですよですからちょっと誤解のないようにしていただきたいんですがもちろんこのまま全部覚えられれば教科書通り教科書通りきれいな表現使ってほしいんですよ本当は。ただまあそういうことを言うと先生ちょっと厳しいよと。 先生、ちょっとき厳しすぎる。だって、俺社会人だからさ。私、事件、時間ないんだよ。俺社会人だから。 結構そういういこと言われちゃったりするだからまあまあ、まあ、ここはあの何て言うんでしょうねあの高澤先生の温情じゃないんですけどまあまあここは仕方がないからまあ少し自己流表現入ってもいいですよって言ったらて別にか最初から自己流表現いい,いいなんて言ってるんじゃないんですけど仕方がないからいいですよまあこの辺のところはこの、えー、点線ですね点線の部分は、まあ仕方がないからいいですよともちろん覚えられるんだったら全部覚えちゃった方がいいです。でちょっと中身の話に移っていきたいんですが。 会計というのは基本的にもう一回ちょっと上に戻りますが誰に報告をするかでちょっと私強調しなかったんですがそもそも会計というのはそもそも会計は誰かに報告しますですから報告をしないと会計にならないんですよ自分でレポート書いて自分でレポート書いてポケットに入れてはあ終わりこれダメなんです会計というのは 誰かにに報告しなないと会計にならないんです自分以外の人ですよ。で誰に報告をするかということで財務会計と管理会計と大きく2つに分かれる、はい、ちょっと一言だけ上にスペースが空いてるんであの普段あまり書き込むことないんですけどねちょっとこの2つの区別っていうのは。 誰に報告するか、はい、であのおそらくほとんどの人はインターネット配信か、あるいは DVD D か、まあ、どちらかでご覧になっていると思いますでちょっともうこの後またすぐに授業を始め内容の方に移りますのでちょっと早いなという人は一回ポーズというんですか一、ね、回モニターで,モニターでちょっと画面を止めていただいて移してから次の方に移っていただきたいんですね。 ですから、まあ、みんな人それぞれ書くスピードってちょっと違っちゃいますんでね早、まあ、い人、遅い人、まあ、それぞれいるんでしょう実際にはただあ,やっぱりあんまりずっと遅い人に合わせるわけにもいかないんであので書いたらあのもう内容の方に移ってしまいますんでいや先生、ちょっと早いわという人も、まあ、中にはいらっしゃると思いますんでそういう方はちょっと1回ポーズをしていただいて止めて、えー、移してからまた次の内容の方に <laughs> 移っていただきたいんですね。 はいでえー、とりあえず財務会計と管理会計、まあ、誰に報告するかで分けていますで財務会計とはということでここは覚えてくださいなるべくだと本当は正確に覚えてほしいんですよこの通りこの通り覚えてほしいんですがまあ、えーまあ仕方ないかなと、まあ、ちょっと自己流表現入ってもいいのかなと思うんですがここは覚えてくださいいいですか財務会計とはということで財務会計とは企業の経済活動を貨幣学で記録 <laughs> 計算し その結果ですね企業の財政状態、び経営成績及びキャッシュフローの状況などを財務諸表によって外部利害関係者に報告をするという仕組み、システムのことを言うと、でここで外部利害関係者とは株主とか債権者、政府なんかを指しているということなんですね。で、ここに資格でなんていうの、枠組みというか、こういうのところどころ出てきますで、これはやっぱキーワードになってくる。 キーワーワドになるのでこういいったキーワーワドは覚えてくださいでここ数年の傾向なんですねちょっと唐突になっちゃうんですがここ数年の傾向として、えー、鑑定士ですね鑑定士の試験の、まあ、傾向としては空欄補充という問題がもうここ数年続いてますで皆さんが受ける時2020年、まあ、どうなるか分かりませんどうなるか分からないんですが、えー、おそらく、まあ、私の経験上は2020年もこの傾向は多分続くと思います。 ですからちょっとモニター切り替えちゃいますが、まあ、今日1回目なんでいろいろと、えー、話したいこと天候も盛りになっちゃうんですが皆さんが受ける予定の2020年も多分この傾向続くと思いますもちろん絶対ということはないんですが穴埋め問題、まあ、空欄補充、まあ、どっちでもいいんでしょうけど 穴埋め問題のの形式でで定士の式一部ですよもちろん全部穴埋めじゃないですけどね一部穴埋めという形で多分あの問題が多分、うん、出材されます特にここ最近の傾向データもそうなんですねですから穴埋め問題まあ昔は虫食いなんていう言い方しかあんまり今そういう言い方しないですけどね穴埋め問題ですね虫食い問題でそういうパターンでもやっぱり出るということは想定されますしたがってその穴埋め問題あるいは、まあ、虫食い問題ですかね そういう問題に対応する意味でも通常は穴埋め問題というのはキーワードを入れてきます。キーワードを入れていくということなので、まあ、そういったこともまあ考えた上でやっぱりこの四角でくくってある言葉、ね、ここがやっぱ大事だと思っておいてください。いいですか はい、でもう一回な、まあ、中身もちもちろんちゃんと覚えてほしいんですがこの,この辺のところがキーワードになってくるんでそこはしっかりとちょっとこう意識しながら普段こう書いて覚える人もいるんだろうと思うんですが、えー、この書きながら覚える人は特にこの、うん、四角でくくってあるところですねそこはキーワードだということで、えー、ちょっとこう強めに意識してあの普段から勉強するようにしてもらいたいんですね。でちょっと中身なんですが財務会計とは企業の経済活動を 貨幣額で記録計算しこれ実はまあここはまあ資格でくくってないんですが貨幣額なんですよだ例えば会社って土地持ってたりしますよね。土地持ってる時にその土地を持ってるという情報ですねまあこれもある種経済活動でいえば経済活動なんですが会社が土地持ってる。このまあ経済活動を 貨幣額で記録しして計算なない,とい,けないだから例えば銀座の土地とか南青山の土地だめですよそんなの認めませんだって分かんない人いるからまあ南青山って言って知らない先生知らない人いるんですかい,いるかもしれませんですからあの分からないという人も出てきますからね例えば北海道のな何とか町の土地を持ってるわ分からないですそんなこと言われてもですから例えば会社が企業が土地を持っているという経済活動を そんな具体的な地名とか名称で言われても分からないそこでどうするかというとみんなが分かるようにしないといけないから貨幣額例えば1億円の土地を持っているっているう形で記録していて、まあ、計算しててていい計算るんですですから、まあ、企業がやってるような、まあ、経済活動というものを全て基本は貨幣額というものを持って記録して計算しているということなんですね。 まあちょっと少しし意識てておいいくださいでそ,の結果です、ね、その結果、ですねこれはまた後で説明しますが企業の財政状態経営成績よくこの言葉を使いますの、ね、で会計を大学時代とかで勉強した経験のある人は知っていると思うんですが財政状態経営成績でさらに最近はおよび、キャッシュローの状況ですね。 この3つの言葉つなげてちょっと覚えておくといいんじゃないのかなと思います財政状態経営成績キャッシュフローの状況ですねまた後で出てくるんですが財政状態経営成績およびキャッシュフローの状況 この3つを外部の人に報告をするということで外部の利害関係者に報告するあの利害がない人に報告してもだめですようちの息子関係ないですからうちの娘何も会社に利害ないんで、えー、例えば日産という会社があるわけでね、ま、名前出しちゃいましたけど別の悪い意味じゃないですが日産という会社があってうちの息子何も利害ないですからうちの息子が日産という関係と利害関係あったら大変ですからねないですよ利害関係ですからきこれは外部っていうのは。 企業の外部にいるとといいうことです企業の外部にいる利害関係を持った人これを縮めて外部利害関係者って言ってるんですねうちの息子関係ま,まだ3歳とか4歳ですからね全然関係ないんですが外部の利害関係を持ってる人に報告をするというものなんですねで具体的には外部利害関係者ってどんな人ですかって言ったら例えばですよ 例えば筆頭に挙げられるのはやっぱり株を持っている人ですね株を持っている人例えばあまなんでこれは名前出しちゃったいですけどなんとかタウンとかで先生言ってるのと一緒じゃんって言われちゃうかもしれませんがいい別にいい意味があるんですねなんとかタウンという人の社長なんかよくテレビに出てくるようですけどねまあまあいいんでしょうけどもそうすると例えばどんどん評判がですねあんまりよろしくなくて株が下がってる。いる株が下がって誰が損するかですから株主が損するわけですね ですからもう,もういい加減にしてくれみたいな感じになっちゃうのかもしれませんが、えー、特定のことを言ってないですよ。 外部の利害関係者とということででやっぱり株主なんですね例えば会社が変なことやっちゃった変なことやっちゃってうん会社のイメージダウンになっちゃう会社のイメージダウンで株が下がる誰が損するかそれは株主が損するんで株主はやっぱり利害関係者の中心になるわけです中心ですねただそれだけじゃない例えば銀行なんかからお金借りて会社の経営やってる人たちも珍しくないですから債権者って銀行なんかですねお金を貸してくれるてお金を貸して という例えば債権者ということで、まあ、この人たちも利害関係を持っていますそれから政府に対しては税金払いますよねですから、えー、政府に対して税金払うということであの 虚偽の申告はダメですからね具体的な名前はちょっと言えませんけれども、えー、政府に税金払わないといけないわざと所得を少なくしちゃうなんていうことはそれはダメですよねわざと所,所得を少なく見せて役員報酬が全然なかったみたいにもうダメですまあ、まあ、もちろん分かりませんこれからどうなるのかっていうのは分かりませんけどねやっぱりきちんと申告をして政府にた、まあ、国ですかね国に対してちゃんと税金を納めなきゃいけないですもんねですから税金もちゃんと納めなきゃいけないのでやっぱり政府だって利害 関係持っちゃうんですで先生ここに「唐」って書いてあるんですけどという,うんですが唐ということなんで他にもたくさんあります例えばあのうちの近くにソニーの工場あっ,っあったんですが潰れちゃったんですよなくなっちゃったんですねで、えーまあ、ソニーの工場があったんで結構その近くにお店もあったんですよでお店もあったんですけどソニーの工場がなくなったらお店もなくなっちゃって。 だから、まあまあ、ど,どっか行っちゃったのかもしれませんけどねやっぱりそういう意味で利害関係は持っているんですねですからその例えば工場というものがあったらその近くに住んでいる人あるいはお店、まあ、そんなところも、まあ、まあ利害関係を持っているというのは利害関係を持っているのかもしれませんですからあのここで党ということでこれ実はもっと本当に幅広く地域に住んでいる人たちあるいはお店そういう人たちも利害関係を持っているというのは持っているのかもしれません。 いろんな人たちが会社というのは利害関係、特に例えばトヨタとかですね、トヨタぐらい大きい会社になっちゃうと、それこそもう利害関係なんて、いろんなところに利害関係で出てきちゃいますんでね、まあ、それはもう本当にたくさんの人が出てくる、ただ、繰り返しになっちゃいますが、やっぱり外部の利害関係者の中の中,の中心は株主ですよね、これは間違いない。 でも株主が中心であることは間違いないんだけれども債権者もまあそれと並んでというか、まあ、まあそこまでではないかもしれませんがね債権者だって利害関係を持ってます税金も払わなきゃいけないいろんな意味で企業というのは利害関係を持ってるわけですねでちょっとその人ですね A という会社があったと仮定してここですね外部の利害関係者なんですが やっぱ株主で、ね、株主なんですがちょっとこれもまた細かい話なんですけども株主という時は今株を持っている人、まあ、これは株主もちろん株主なんですが将来株を買ってみようかななんて思っている人もいるかもしれませんこういう人もいわゆる潜在的な株主なんて言ったりするんですが将来株を買ってみようかななんて思っている人もあ株主に、まあ、潜在的な株主として入れることもできますただあのくれぐれもうちの子供はまだ3歳4歳ですけどね、うん、先生だって先生の子供だって将来株 買うかもしれなないいじゃないですけどそれはあのちょっとそんなこと言われちゃうともうみんなあのへダメですからねそれはもうちょっとへりくつに近い形になっちゃうんでそういう人たちは入らないですですからあくまでも、まあ、将来株を買ってみようなんて思ってる人たちも一応入ることは入ります潜在的な株主ですねただまあ通常は今現在株を持ってる人が中心です一般の投資家と呼ばれてる人たちなんですね今現在株を持ってる人やっぱそこが中心になります利害関係ですねあとはさっっき言ったように再建者という とということで、まあ、銀行なんかの金貸しですねやってる人たちもやっぱり利害関係持ってますんでねでこういう外部の利害関係者にこれまた別の機会にお話をしますがちょっとここはですねここは、まあ、別の機会に説明しますが財務諸表この言葉は覚えてくださいちょっとマークーつけしますね でこの財務諸表という言葉は皆さん会計のプロだ、ね、皆さんは不動産の評価のプロフェッショナルを目指される方々なんですがそれでも財務諸表という言葉はもう基本中の基本で覚えてください。で財務諸表って何かって言ったらこの書類のタワーみたいな感じです。これ 一枚一枚が書類になってるんですね。こういう書類になってるんですが、まあ書類の束みたいな。だから財務書表という、ままあ、まとめてですまとめて財務書表と言ってるんですね。で。 1>, まあ1番貸借対処表2番損益計算書3番株主資温度変動計算書4番キャッシュフロー計算書でこういうで他にもですね付属にまあちょっと添付資料なんかつけるケースもあるわけなんですがメインになっているのは大体この辺です1番から4番ですねでこれにプラスアルファとしてちょっと付属で添付資料なんかつけるケースもありますけれども基本的にはこの1番から4番でとりわけ1番と2番がやっぱり中でもメインになる財務諸表だって言われてるんですね まあご存知の方いらっししゃるかもしれませんがで今ちょっと細かい名称を今いっぺんに覚える必要はないんですが財務書表というのはこの4つが中心、まあ、とりわけこの1番と2番が中でも重要だと言われてるんですがこのよ、まあ、4枚のまあ書類のた、まあ、束みたいな感じでねこれをこの人に 株主です今現在株を持ってる人あるいは将来株を買ってみようなんて思ってる人もいるかもしれないでそういう人たちに対して、えー、公表するというのが会計なんですね財務会計になります財務会計ですね外部の人に報告をしますで、えー、またちょっともうちょっとあとで詳しくもうちょっと説明しますが貸借対象表、まあ、聞いたことあるかもしれませんがでちなみに貸借対象表ですねこのの対借対象の象 のミスはダメで,すで、えー、ちょっと今日1回目なんで、またちょっと少し内容変わっちゃあの話すの内容変わっちゃいますが、あの専門用語の間違いは基本的にはマイナス1点されても仕方がないと思っておいてください。専門用語ですね。例えば貸借対象表とか。対,借対象表の このののでですすねね対象のというこの漢字です、ね、これ間違えるとやっぱり一点減点されるということは我々はやっぱり覚悟しないといけないとただこれは私の個人的な意見なんですが日常の会話レベルでいうと誤字、えーまあ、脱字があっても、まあ、んあまりそこはいいかなっていうまあまあ実際他の予備校の中だと一点減点で言ってるのかもしれませんけどね。 あのまあ、日常用語でいう5時、うん、レベルでいう「誤字脱字というのは、まあ、あまりいいのかなという感じも、まあ、個人的にはするんですが専門用語で間違えたらダメですこれはさすがに一点減点されちゃうはずですからですから「貸借対照表」ということでねただあのすいませんちょっと1回目なので、まあ、余談長くなっちゃいますがあの 最近、私も、まあ、あの不動産管理士以外でもいろんなところで講義をやったりするんですがやっぱ漢字が出てこない時があるんですよ、まあ、それは先生、年じゃんって言われちゃう、まあ年なんですけども50代ですからね、まあ、年なんですけども <coughs> あのなんか黒板書いてても学生たちに説明している時にまあ大学なんかで授業やってる時にあれ、これどういう漢字だったっけかなと思って、うんまあ、まあ覚えてない自分がいけないんですけどね貸借対照表の章とかですね、まあ、最近、もうこっちなんですね。 もうパソコンで入力するケースの方が多くなっちゃって昔みたいにこういう風に文字を書く機会というのは少なくなっているということをちょっと言い訳にさせていただきたいんですけどね、まあ、とりあえず、でもまあ皆さん受験生ですからねあの言い訳はだめですからもう,もう漢字間違えたらアウトになります一点限定されちゃいますので専門用語のところはちゃんとあの正確にオーバーておいてくださいねで退職、まあ、対,対象表ということでこれですね一番最初の、まあ、トップバッター退職対象表 でこの貸借対象表ってこう1枚のま書類みたいな形なんです1枚の書類でまあフォーマット決まってるんですがでこれは期末ということで期末っていうのは決算と同じ意味で考えていただいても結構ですとりあえず決算の時に期末の時点ですね決算の時のその会社の財政状態というんですが、まあ、どれだけ財産持ってますかみたいな形ですでこれを1枚の書類にまとめるんですねで損益計算書っていうのがあるんですで、まあ、損益計算書いうのはは今度は 時点ではななくて1年間期間期んです要するに損益計算書っていうのは、まあ、4月から3月の1年間でもいいんですがここからここまでという期間を区切ってそのい、まあ、通常1年間なんですが1年間という期間を区切ってその中における経営の成績を表している。だからあのなんてううんでしょう 私たちが子供の頃学校から通信簿とかもらったと思うんですね1学期の通信簿とか2学期の通信簿とか、まあ、あまり親に見せたくなかったんですが見せたくなくても見せなきゃだめですよですからまあ我々が子供の頃でいうと、まあ、通信簿みたいな感じ成,成績が載ってるんですね、まあ、そ,ういうそういう感じですですから、まあ、1枚の書類損益計算書ということで、まあ、1年間なんですが 1>, 1年間の中でどれだけの成績を上げることができたのかが1枚の書類になって出てくるんですね。でこれ、まあ、見せたくないという人もいるかもしれませんが見せたくないはダメですあの必ず公表することになってますんでね一般の人たち外部の利害関係者なんですが外部の利害関係者の人たちに公表することになってます。で 通常この2つが今までメインだったんですが、まあ、比較的最近ですね昔は私が学生の頃はこんなのなかったんですが株主資本と変動計算長いんですけどね株主資本と変動計算書というものも財務諸表になってるんですね昔はあまりこういうのなかったんです株主資本ですね株主資本等、まあ、なんですが株主資本と変動計算書ということで、まあ、そのままになっちゃうんですが 株主資本という、まあ、まだ皆さんこれ理解する必要ないんですが、これ、意外と難しい概念なんですけどね、株主資本が、まあ、1年間なんですけど、1年間でどれくらい増えたり減ったり変動すするんですかしてるんですかというのをまあ計算する書類があるので、ね、まあ、株主資本の変動計算書というんですね。 でこれも作んなきゃだめですで、まあ、作って公表するんですねであと最後のところなんですがキャッシュフローということでこれも1年間なんですが1年間でどれだけお金が増えたり減ったりするかみたいな、まあ、キャッシュフロー計算書と言われています、まあ、ざっくり言うとこの4つの財務諸表を作ってこれを、えー、我々、まあ、一般の投資家を中心に、まあ、外部の利害関係者の人たちに報告をすると。 いうのが財務会計だとということですね財務,会計財務会計は、えー、外部の人に報告をする会計だということですね覚えておいてくださいで外部の人に報告をする、うん、報告をするんだけども報告をする時の書類が財務書表と言いますね財務書表を作って、まあ、この4つですねこの4つを作ってこの4つの書類を作ってえー 公表するという、ねはいでえー、ちょっと次のページになりますがこの財務会計今説明した財務会計ですね外部の人に報告をするんですがこの財務会計と別に、はい、別に管理会計というのがあるんです。で基本的には管理会計というのは皆さんが覚えるべき内容の踏み込む領域ではありません。 ですから、不動産鑑定士という国家試験を受けるにあたって管理会計はいらない。いらないんです、管理会計。というか、管理会計は出ないはずなんです、本来は。ただ、私の記憶だと、まあ、数年前ですけどね、一回ちょっと出てるんですよ、管理会計、何なのいいのかなという感じもするんですけどね、まあ、普通は管理会計というのは出ないです。でですすすから、皆さんんはは意識することはないんですが、ただ、 管理会計という言葉の意味ぐらいは少し理解しておいてください。で、えー、さっき説明した財務会計との違いですね。で、これ簡単に覚えてください。で、管理会計というのは管理会計というのは文字通りまあ管理するときの会計ということなんですが、これ会社の内部で会社の内部で管理するときに使う会計なんです。だから外部の利害関係者じゃなくてこれは。 内部の利害関係を持っている人。なんですね。ですから、これは何でしょう？管理会計というのは、内部の中で会社の内部ということです。会社の内部で通用する書類なんですね。だからルールがないんです。うちの会社こうやりますよ。とかね。うちの会社こうやります。よえ、うちの会社こうやりますよ。独自のルールでオッケーです。別に誰にも見せないんだから、外部の1は 内部でで出回る文書なんですだからフォーマットなんてないんですねそれまあ会社ごとにはあるんでしょうけど一般的に認められているフォーマットなんてないですけどもう勝手に作っちゃうもんですね内部の利害関係者である一般的に言うと企業経営者が絡んできます経営者ですね で経営者が経営方針や経営計画を、まあ、設定し、さらにこれに基づいて行われた経営活動の結果を、えーまあ、分析、まあ、評価するための会計情報を適用することを目的とするということなんですが、あのこれ、逆でもいいです別にこれ決まった定義はないのであの、例えば部下の方から上司に報告をする、これでもいいです。例えば管理会計という形になります。ですから 例えば支店長と部下って書いちゃったんですが支店長の人たちがいたと仮定します、まあ、部下ですねでその支店長の人たちが本店の上司に対してうちの支店ではこれだけ毎月売り上げがありましたよみたいなでそんなことをこう報告をするというのは管理会見になっちゃいますですから全国に支店を構えるような会社結構大きい会社かもしれないですね。 全国に支店を構えていて、まあ、部下と言ってもいいのかもしれませんが支店長ですね支店長がいると思うんですがその支店長が本社のトップの人に報告をする例えば今月1か月間でこれだけうちの支店では売り上げが出ましたよとかこれだけ利益が出ましたよ。でその報告をする内容はまちまちちなんですよだって決まってないんだから。あくまでも 一つの会社の中でやってる会計なんで内部会計とまあ、管理会計ですね管理会計ということで内部報告会計というです,ですから一般的なルールがないんです勝手にやっていいんですでルールはないということですねですから売上の状況だとかライバルがどれくらい増えた例えばある町ですねある町の中にまあ、支店があってで新しくライバルの企業が誕生してきてライバルが増えたとかでこういうのが全部管理会計になってきます まあ改めてえ管理会計ですねえ管理会計ということで,な内,部ですね内部の利害関係者の人たちの間で通用する会計が内部会計決して外部に漏れることは普通はないです外部の人にはあまりこういうのを公表しませんのでですからえ管理会計は内部の中で報告をする会計だということですね。 ただ、繰り返しになりますが一応、簡単な仕組みは覚えておいてください、中身はですね。ただし、皆さんが踏み込んで勉強する内容ではないので、まあ、基本的には皆さんは財務会計を勉強すればいいということになりますのでね、まあ、管理会計はあまり勉強する必要はないですけどね。まあ、一応、管理会計という言葉もあるんだというぐらいで結構です。はい、ではですね、えー、このユニット2前半はですね、ここまでと、まあ、いうことにして、えー、今度は10分、ちょっとここですね、少し。あの 休憩を取りますので10分間ほどまあ休憩を挟んで今度後半また2つユニットが残ってますんでねそちらの方に移りたいと思いますはいではですねちょっと一旦ここで前半の講義は終了ということで一旦10分ほど休憩を取りたいと思いますはい、はい、では引き続いて後半ユニット3から説明をしていきたいと思いますではテキストは先ほどの続きですね。 ちょっと移しますで内部会,会計ですね、まあ管理、管理会計ですね、内部報告会計ということなんですけどね、でここまで前半やってきました、で管理会計と財務会計と管理会計の違い、改めて覚えておいてください。誰に報告するかで分けてます。財務会計は外部に報告をする、管理会計は内部の利害関係者に報告をするということですね。でただ繰りり返しになりますが 管理会計はほとんど皆さん、普段意識することはありません。皆さんが勉強するのは財務会計。外部の人に報告をする、そして先ほどちょっとマーカーつけたんですが、外部の人に報告をするときに、財務諸表という書類の束を使うということなんですねで。ちょっとその流れでそのまま下がっていただきたいんですが、財務諸表で、えー、ここですね、フィナンシャル・ステイトメントということで、F、F ですね。 FS とで、あのーまあ、財務諸表ですね財務諸表なんで、まあ、漢字4文字ですからね、まあ、これはまあ普通に書いてもいいんでしょうけどあの結構、面倒くさいので、まあ、それだけなんですけどね別に日本語で書いてもいいんですが財務諸表ということを FS というふうに略すケースもまあまあありますですからちょっとまあ言葉の使い方として、えー、財務諸表ですね、えーまあ、FS と。 というふうに略すこともあるということで、ちょっとまあ覚えておいてください。財務諸表ですね。で財務諸表と言われた場合には、外部の人に報告をするということなんですけどね、えー、外部の人に報告をするときに、えー、貸借対照表、損益計算書とかってまあいろいろあるんですねで。ちょっともう次のページ、移っていただきたいんですが、えーはい、でまず覚えてほしいのは、 貸借対象表ですね。で、ちょっとこれは一応、マーカーをつけちゃいますが、えっとですね、貸借対象表ですね、この言葉はやっぱり覚えておいてください、貸、えーまあ、借対象表ですね。 貸、はいえー、借対象表、まあ一番の書類です、一番の書類なんですけどね、貸借対象表というまあ表の形になっているんですよね、でえー、私は先ほど漢字を間違えちゃだめですよという話をしたんですが、まあ、一応正確に覚えてください、貸借対象表ですで、英語で言うとバランスシートと言って、まあ、BS、BS と書くんですがでも、もちろん BS でも普通,通用しますので、会計に携わっている人間たちはもうみんな BS、BS で書いちゃうんですが、ただ、 答案用紙に書くときはダメですあの基本的には BS ではなくて対策対象表でちゃんと日本語で書いてください。あの論文は基本的に日本語で書くというのが原則ですからね。よほどまあもちろん英語で聞かれたらそれは英語で答えるんですけども、えー、日本語で聞かれてるわけですから基本的には英語を使うのはダメです。 でただ、まあ、バランスシート、もうほとんどこれ、まあ、日本会計の世界ではもうほとんどこれ、日本語になっちゃってますんで、ね、BS、BS でまあ通用するんで、授業中は BS って書いちゃったりすることもあるんですね、まあ、バランスシートで。ただ、回答に書くときは、やっぱり貸借対照表って書いてください、貸借対照表ですね。 ただ、授業をやってるときは、まあ、これ結構大変なんですよ。漢字5文字ですからで、しかも一個一個の漢字が結構めんどくさいので、えー、対借対象表ということで、まあ、普通はもう漢字で書かずに、まあ、BS って書いてあります。バランスシートって言うんですね。えー、ダメですけどね。BS って書くんじゃなくて、ちゃんと対借対象表って書いてください。あ基本的に論文式の試験というのは、略字もダメですからね。あの、 皆さんこういう授業を聞いててもそうなんですがあの略されるとイライラしてくるんですよ分からない人って。 あの分かってる人はいいですよ分かっていいる人はいいですけども分からない人というのは略されたりすると非常にイライラしてきますですからあの皆さんの答案を読んでいる人たちもですね、まあ、もちろんそれは専門家が読んでいるんですけども皆さんの表現を読んでいると分からなかなったことがあるんですけどこれはど,どこで言っているのかなとか、まあ、いろいろ難しいケースが出てくるんであので勝手に略すのはやめたほうがいいですです。からから、まあ、本来、まあ、訳してみんな B 略して BS、BS と書いちゃうケースが多いんですが。 あの略さないで綺麗な言葉で表現してください「貸借対象表」です、まあ、英語で言うとバランスシートですね BS って略,略します略すんじゃなくて答案に書くときはちゃんと「貸借対象表」という言葉で、えー、漢字で、えー、漢字5文字で、えー、綺麗に書いておいてくださいで中身の話なんですが貸借対象表というのは1枚の書類であってでこれは何を表している書類なのかということでこれ期末時点で期末っていうのは通常決算なんですね 決算の時点での財政状態なんです。で、ここでちょっと気をつけてほしいのは時点なんですね。で、通常は財政状態ということえまあ、財産みたいな感じです。財産みたいな感じなんですが、財産というのは期間ではないんです。時点の概念なんですね。例えば普段我々が日常的にこう会話する中で、1年間での財産はっておかしいですよ。日本語として。 1>, 1年間での財産っていうのは普通はない普通はいつの財産なんですか例えばまあいつでもいいんですが4月6日時点でじゃあどれだけ財産持っているかということなんです皆さん、まあ、私もさっあまりやってないんですが銀行口座って持ってると思うんですねで銀行口座持っていると通帳記入ってしたことまあ多分1回はあるんじゃないのかなと思うんですね通帳記入でいうと一番下の欄なんです、まあ、日付はいつか分かりませんが例えば4月6日時点で1回通帳記入をやると そうすると4月6日の段階で例えば通帳記入やると一番下で残高って出てくると思いますそれが書かれるような状況です,ですからまあこれは通常あの決算なんです、まあ、期末時点とだからその通帳記入やると上からバーッと日付順にこうな並んでくると思うんですね収入だとか支出だとかいろいろ出てくると思うんですがそこのプロセスは全部省いて 期末の時点でいくら財産が残ってるか一番最後の部分だけがあ表示されるというような形なんですね。対象,対象表ということで、えー、期末の時点で、まあ、つまり決算なんですが決算の時点でどれだけの財産を持ってるかで財産の保有額ということでじゃあこの財産、ね、財産の保有額を表している、まあ、大雑把に言っちゃえば財産の保有額。 でこれを書いたものが貸借対照表ということなんですがで例えば財産が非常に多い会社これは財政状態としては非常にいいでしょうと逆に財産が少ない会社これは財政状態としては良くないでしょうというふうにはまあ考えたりしますでこの、えー、財産ですね通常は財産という言葉はあまり会計では使わないんです財産というのは純資産と純粋な資産ですよということで資産から負債を引いた この差額が純粋な資産ということでこれがまあ財産だというふうに考えておいていただきたいと例えばある会社ある会社があってまあちょっと単純に銀行からの借金が100億円あると100億円あるねで、えー、資産ですね資産が300億円あるでこの差額で200億円が純粋な財産みたいな形になるんですね ちょっと右の方にコメントつけておいたんですが例えば銀行から100億円お金を借りてくるで株主から200億円のお金を調達するでトータルで300億円でこの300億円で例えばうちが扱っている商品を仕入れてきたり土地を買ったり建物を買ったりみたいなことになるんです、ねで。ここが資産なんですでちょっとここに書いいてしまいますが 資産が300億で負債が100億円でこれの差額でもって純資産が200億円というふうにまあ計算できたりします、はい、でまあこれは純資産ですねで この純資産がまあ財産が財みたいなな形になりますですからまあ大体ほぼほぼイコールという形でちょっと縦にイコールでつなげちゃいますがえまあ財産ですね純資産まあ大体同じですでこの純資産ですね資産から負債を引くんですねでこれがまあ多い会社っていうのはまあ財政状態いいでしょうとでこれが少ない会社っていうのは財政状態悪いでしょうというふうに考えるわけですねで ちょっとその下に下がって頂い,いて貸借対照表、まあ、バランスシート BS ですね。でこの貸借対照表っこれ一枚の書類なんですがこれ真ん中で区切れます。で真ん中で区切れて右と左にまず分けるんですね。で右なんですけれどもこれは資金の調達状況調達源泉なんていう人もいるんですが調達源泉調達状況。つまり どうやって会社とで一つはやっぱ銀行からの借り入れというものも当然考えられるでこれが負債ということですねでそれから株主から株を発行してですね株式を発行して株主からお金を集めるということも考えられますですねで上の数値例でいうと、えー、これが100億円でこっちが200億円とちょっとまあこの面積とはちょっと対応関係があまり あのうまくないですが、まあ、こっちが100億円借りてきて株主から200億円借りてるみたいなで合計で、えー、300億円なんですねでこの合計300億円を今度左の方に移っていただきたいんですが今度左の方は全部これ全部で資産ということでこの300億のお金ですね300億円 でこの資産っていうのはある意味運用なんですねですからまあ現金のまま持ってるというケースもありますが預金口座にお金を預けるというケースもあります現金とか預金ですねそれからうちが扱ってる商品を仕入れてくる商品ですねから建物を買ってきたり土地を買ってきたりこれ全て資金の運用状況になるわけです で結果としてもう一回ちょっと右に戻っちゃいますが右のボックス全体としては資金をどうやって集めてきたのかという調達で100億200億まあ合計で300億になりますですからちょっと書いちゃいますが合計で300億でこのお金はですね会社としてはいろんなことにお金を運用しているまあ資金を使っていると運用しているでこれも合計で300億と。 いう形になりますで必ず貸借対照表というのはバランスシートっていうんですけれども左のボックスと右のボックスは必ずこれがイコールになるようにできてるんですねこの書類は。だからバランスシートをなんて言ったりします左と右でバランスを取りますよというねバランスを取るということでイコールでつなげるということなんですね。 でちなみにですね、ちょっとモニター切り替えちゃいますがこれは今、全部手書き、まあ、手で書いてるんですが実際これは端末があるね、パソコンがあるんですがパソコンに入力していくんですねでこういう情報を全部今パソコン上で管理しちゃいますんでね、パソコンで入力するでしかも今これ会計なんですが皆さんご存知ないかもしれませんが会計専用の端末ってあるんですよ。 結構高いいって言いますよ何百万も1台で何百万もするような高い値段らしいんですけどね。でその会計専用の端末があって、まあ、パソコンがあってですねでこの貸借対象表はもう自動的に作ってくれるそういうパソコンって頭いいですから自動的にパソコンがこの貸借対象表をか、まあ、勝手に作ってくれるんですがただその時に。 左が左のボックスがこれ全部資産なんですね資金の運用状況つまり資産ですで右のボックスがですね資金の調達状況というのを考えているんですね副菜と純資産ということなんですが必ずこれイコールになるようにできてるんですねところが普段から毎日毎日こうパソコンにいろんな取引を入力してくると入力ミスっていうのが出てきちゃうんですよ でパソコンに入力するんですが入力ミスが出ちゃうと左のこの合計値と右の合計値が、まあ、今回300300 300でイコールになってるんですがこれイコールにならないケースが出てきちゃうケースがあることがあるんですね。でイコールにならないとエラーメッセージが出てきちゃってあのパソコンって閉じないんですよ。なずっと原因を考えないどこで間違ったのかって原因考えないとパソコンが終わらせてくれないということで、えーまあ、非常に嫌なパソコンになっちゃうんですよね。あの基本的には 基本的にはまあ絶対なんですが絶対に左の合計と右の合計は金額としてはイコールになるようにできてるんです。でそこがイコールにならないということはどっかでミスがあるはずなんですね。ですから逆に言うとミスさえなければ左の金額と右の金額はイコールになる。要するにバランスシートということでバランスをとりますよというね。で 改めて左が資産全部でこれが会社の資産ですで右ですね右の上のボックスが会社の負債なんですでこの資産が300億円あるわけですね資産が300億円あって負債ですね負債が100億円あるでこの差額で純資産という風な計算もできるんですですから差額でもって純資産が200ですよという形になるわけなんですねで言ってみれば この金額が会社にとっての純粋な、まあ、財産という金額になります。財産なんですね。ですから、300億の資産があるんですね。300億の資産があったって、だってお金返さなきゃいけない、この100億円ですね。この100億円のお金は返さなきゃいけないんだから、残っている純粋な財産は200になりますよ。ということですね。で、この200がですね、純粋な財産、まあ、純資産という言い方ですねで。これが会社の財産になってきて。 でこの財産が多い場合は財政状態がいい財産が少ない場合は財政状態が悪いと、まあ、いうふうに一般的には判断されますそして、えー、改めてこの書類ですねこの書類というのは、まあ、会社の財政状態を表している書類なんですけれども会社の財政状態を表している書類ということでいつ時点の財政状態かと聞かれればこれは決算の時なんですだから この状況は例えば3月決算で、まあ、考えていただいても結構なんですが3月に決算するとき3月31日ですね3月31日に会社が決算をやるということはこの状況に日付をつけると、まあ、例えばちょっとこれ書いちゃいますがここがこういう日付になっちゃうんです一応3月末の決算だという前提で考えれば。 ここが、えー、3月31日と、まあ、いうことなんですね。はい、これはあの時点なんです。いつ時点での財産かということで日付をですね日付というのは大事なんでいつの時点の財産なんですかって、まあ通常決算ですね。決算のの時点の財産で,す、はい、ではちょっと次のページに移っていただいてで今度は。 対,象対象表に変わって損益計算書ということでプロフィットロスステータメントということで、まあ、PL って、えー、書いたりしますでちょっとこれもマーカーつけちゃいますが、えー、損益計算書ということで、まあえー、プロフィットロスステータメントと PLPL、まあ、PL でこれもですね ちょっとモニターいいでください,い,いですか損益計算書という言葉を使う時はそのまま損益計算書です。えくれまあ、こういうふうにつなげて書く分にはまあ結構ですけども PL だけ書いても、まあ、もちろん分かるのは分かるんですけども、ね、PL だけ書くんじゃなくてえきちんと損益計算書という言葉で表現してください。いいですか損益計算書です。で損益計算書っていうのは え前半の授業で言っ、ね、あのもみたように例えば、えー、子供の頃で言うと1学期とか2学期とか3学期ですね一定期間におけるまあ成績を表しているものが損益計算書で会社の場合には1年間です通常は1年間における経営成績なんですね経営成績で経営成績ってどこで見るかということなんですがこれもですねこの損益計算書っていうのは あのまあ、フォーマット実はもう一つ別のフォーマットもあるんですが損益計算書も、まあ、基本的にこう真ん中で区切ることができるんですで。右のボックスの方が収益ということで、まあ、売上げなんかが中心になります、まあ、経営上の成果ですね、まあ、売上げみたいなでこっちがです、ね、費用ということでいろいろ商品を仕入れてきたり従業員に給与を払ったりいろ、ねまあ、んな費用がかかります。でこっちが収益 でこっちが費用でこの収益と費用の差額でもってここのボックス利益の金額が確定すするという話なんです例えば1年間で1年間で収益がいくら上がってますよ1年間でいくら費用が発生してますよこの差額で利益そしてこの利益の部分が経営成績なんですね。そ,そこのの会社の成績なんです で我々一般投資家は我々一般投資家はやっぱりここの利益の大きさをすごく重視していると例えば具体名出せないですけどねどっかの会社ですね社長が交代して新しい社長になったら急にですね経営成績経営がうまくいかなくなっちゃってどん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 利益が少なくなっちゃうとか。 この利益ですねどん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 会社の利益が少なくなったでこれは成績としては悪いですねですから経営成績は悪いというふうに我々投資家が判断するということですねで1つ気,気をつけてほしいのは損益計算書 PL ですねプロフィットロス・ステートメントなんですがこれはいつ時点いつの成績なのかということで時点ではなくて期間なんですだからちょっと一言書いちゃいますが 4月1日から3月31日ということで、まあ、1年間、まあ、3月計算であれば、えー、すみません、ちょっと字がにじんじゃったんですが4月1日から3月31日ここの1年間での、まあ、成績というのを表しているのが損益計算書ということになるんですね。損益計算書になるとはい覚えておいてください。時点でででははなくて期期間間すすね損益計算書は期間です であ他にもですね、例えば、えー、株主資本等変動計算書だとかキャッシュフロー計算書なんていうのを、まあ財務諸表としては入ってくるんですがあの基本的に財務諸表ですね、財務諸表と呼ばれるものは、まあ、これ一般の投資家に公開される、まあ、公表されることになるわけなんですけれども、ね、やっぱりさっき説明した貸借対照表とそれからこ送金計算書、PA ですね。 この対借対象表と損益計算書この2つがやっぱりメインなんですよその、えー、財務諸表としてはですからほかにもキャッシュフロー計算書とか、まあ、株主温度変動計算書っていうのはあるんですけれどもまあそれはまあまあいいです、まあ、とりあえず対借対象表損益計算書この2つですねこの2つが中心になっているということで、まあ、ちょっと中身軽く覚えておいてください でではですね、えー、次のページ、7ページ目に移っていただきたいんですがで少しずつ過去の本試験にも出たような内容に移っていきます。でえー、今度は3の1ということで財務会計の機能をですねですみません、ちょっとですね、ここに、ま、そろそろ、えー、忘れちゃってるとあれなんで。 財務会計のまあ機能ということでまあ2つあるんですけどね1つがまあ利害調整だと言われてるんですが財務会計は財務会計というのは外部に報告をする会計ということでまあ縮めてえ外部報告会計と。 ととといいいうことで、えー、ちょっと一言入れておいておください、はい、外部報告会計ですね。で,でこの外部に報告をする、まあ、会計ということになるんですね。で外部っていうのが、まあ、利害関係者、まあ、外部の利害関係者ということで。 株主なんかが中心です。あのこれ幾回やったかなと思います。株主だとか債権者だとか、あとは政府ですね。政府なんかも入ってきます。で、こういう外部の利害関係者に対して報告をするという会計が外部に報告する会計で、これを財務会計と呼んでるわけです。で、その機能まあ、役割って言ってもいいのかもしれませんが、財務会計の機能ですね、役割ということで一つが利害調整をするという機能なんですね。 でどういうことかというと、ちょっとその人は、ね、利害調整機能と、まあ、利害調整機能ということなんですけどね。で、えー、まず、利害調整機能とはということで、まあ、ちょっとその人でね。で、利害調整機能とは、私的な利害関係、つまり経営者、株主、債権者の間の利害関係を調整するという、まあ、そういう機能なんですね。 私的、まあ、なっていう言葉を使っちゃうんですが、まあ、要するにこれそれぞれの利害対立をですね利害関係を調整する利害対立が起こらないようにえ経営者だとか株主だとか債権者ですねの間の、まあ、利害を対なるべく利害が対立しないように調整するという機能なんですね。でまず。 利害を調整するという機能がこの外部報告会見にはあるんですがちょっとその下下がっていただいてそもそも利害って何ですかということでまあ種類と内容とまあいうことなんですが株主の立場で考えるとやっぱり株価は高い方が嬉しいですそれから配当はたくさん欲しいとまあいうことなんですね。 株が高いとか配当をたくさんもらえるというのはこれは会社の利益とまあ結構関連します、ね、で利益が多い会社っていうのはまあ株価も高い配当も多いということですね利益が少ないという会社は配当も少ないし、まあ、株価も安くなっちゃうということなんですねで株主の立場に立って考えてみると自分がお金を出してます株を買うということで出資をしていますからね そうすると自分が出資した財産というものを取締役ですねがちゃんと適切に管理運用して利益を上げているかということで取締役が財産を受け取っていますので財産を受け取った責任というものをちゃんと取締役が認識してくれているかどうかというようなことはやっぱり興味があるわけですね、株主としては。財産の受託責任と。 いうものですねでこれをやっぱり取締役の,の人たちは果たさなければいけないということですからね。ですから、えーまあ、ちょっと名前はさす <laughs> ちょっと言い,言いにくいんですがで皆さん、このビデオをです、ねまあ、いつのタイミングに見ているか分からないんですが、えーまあ、例えば、ある、うんまあ、会社の社長がいてですね、えーまあ、取締役がいて、えー、勝手に会社の財産をですね使ってしまうと。 勝手に会社の財産を使っちゃって、え株会社に対して重大な損害を生じさせるなんていうことになったら、これは会社にとって相当なダメージになるわけですね。ですから、株主の立場から見てみると、自分がお金を出しているわけです。で、自分がお金を出して、その財産というものを取締役が株主に代わって運用してるだけなんですよ。取締役っていうのは。ですから、取締役は 株主から預かっている財産を運用するというのが取締役の仕事になるんですねで、運用して利益を増やしていってそして株主に還元するということなんですねで、この財産の受託責任ってこれは取締役が負っている責任なんです株主から財産を預かるまあお金は預かってますね株主からお金は預かってますからこれを取締役はなるべくお金を増やしてで、お金を増やしたら 株主に対して配当しますよみたいな形で、でそんな形でこう株主に還元をするということが必要なんです。でこれはやっぱ財産を受け取った側として取締役が負ってる責任だということだすねで。あと債権者のちょっと立場で考えてもらいたいんですが、債権者っていうのはま簡単に言うと貸し おお金金を貸してていいる人たちなんででが返ってくればいいわけです別にそれで問題ない別に会社の経営がどうのこうのじゃなくて貸したお金が返ってくればいいわけです。で企業にはちゃんと財産が残っているかということに対して、えーまあ、関心を寄せているということですね。で仮に財産なくなっちゃったらお金を返してくれないと債務弁済できなくなっちゃって会社としてですね。ですから 会社は債務を弁済できないから大変なことになってしまうなんていうこともまあ状況によってはあるかもしれない要するに企業にはどれくらい財産が残っているかっていうことやっぱりこれをですね債権者の人たちはすごく考えていると。 であとは国とか地方ですね、まあ、いわゆる政府なんですが政府に対しては税金を払わないといけないので、まあ、課税所得と言っ,てる言ったりするんですが企業の課税所得がいくらなのかこれちょっと適正に計算しておかないといけないとでこんな形でえそれぞれの利害関係者が利害会社との間で利害というものを持ってますよということだねでそれを踏まえた上でえ次のページなんですが はい、でまず、企業の中、まあ、企業あるいはまあ外部ですね外部の人たちとの間の利害対立なんですが、まずは株主と経営者、まあ、社長って言ってもいいのかもしれませんが、株主と社長との間で利害が対立することがあるわけです。でこれももうあの繰り返しになっちゃいますが、あんまり名前出すことはできないんですが、例えばどっかの会社の社,社長さんがです、ね、勝手にお金使っちゃったと。 プライベートなことで、会社のお金を、で、ぷ、使っちゃって、株価がドーンと下がっちゃった。で、当然株主としては不利益を被るわけです。ですから、え、会社の、そこの会社の株ですね。株がどん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 株が下がっちゃって、株主としては非常に困るわけですね。もちろん配当も出なくなっちゃいます。ですから、そんな経営者だとやっぱりまずいわけですね。ですから、株主と経営者、本来だったら進むべき方向性というか、まあ。 ベクトルというかですね株主と経営者っていうのは本来はタッグを組んんでで同じ方向に進いいかななきゃいけないえつまり株主がお金を出してそしてそれを経営者が運用するということで基本的にはお互いっていうのは同じ方向に向いて向かっていかなきゃいけないんだけれども時々時々たまたまにですかねたまになんか 全然お互いいがが違うう方向を向いちゃうケースがあると経営者は経営者で勝手に会社の財産を使い込んじゃう、えー、株主は株主で、まあ、配当とかですね、まあ、株価ももちろん高い方がいいわけですね全然お互いの中で利害が対立してしまうというケースがあるわけですでこれをなるべくなくすということで、えー、財務会計というものがあるわけなんですねちょっと読んでしまいますが まず株主と経営者ですね。でちょっと一旦下がっていただいて株主と経営者の間の利害対立というものを理解してあげていただきたいんですね理解してほしいんですが経営者っていうのは勝手に会社の財産使い込んじゃって自分のことばっかり自分の利益ばっかりそんなことをばっかり優先しちゃうという人もまあ何かにはいるかもしれない。で 株主は株主でちゃんと財産自分たちが出した財産というものを運用して利益を出してそれを我々に配当してほしいと思っているはずなんですねそうするともちろんあの普通は対立しないんですよ別にこの株主の利害と経営者の利害って別に対立するものじゃないんですけれども時々変な人がまあ変な人って言うですけどいますよね。 勝手に経営者がですねお金を使っちゃったりするとそれは株主の利益にはならないという形で、まあ、そういう経営者がいたとするとお互いの利害がぶつかっちゃうケースがあるんですね。でそうならないように、えー、そういうようなまあ対立ですねお互いの間の対立というものをなくすために財務会計というものがあるということなんですね。ですから まあもちろんみんなこんな人たちばっかりじゃないんですけれども経営者がですね自分の利益ばっかり優先させてもダメですねこんなことやったらダメですよでこういうことをなくすためにはちょっと一言を書いておいていただきたいんですがこういう状況を作らないようにするためにはこっからここに 報告ををするとということを義務付けちゃえばいいわけですねでそうすると経営者から一般の利害関係、まあ、外部の利害関係者に対して報告をするということを義務付けると通常はこんなことはできなくなるはずですよと自分の利益ばっかりを優先させる普通はそんなことはできなくなると、まあ、いうことなんですね。 ですからちょっと上に戻っていただいて株主と経営者との間の利害対立ということなんですが株主は自分が出したお金ですね自己の資金の管理運用というものを委託しているわけですお願いだからお金使っちゃんとした形でお金使ってねって委託しています他方経営者ですね資金の管理運用の権限以上を受けて株主の利益のために行動する受託者であるとですからあくまでも 株主の利益というものを考えた上で経営者というのは行動しなきゃいけないんですよ、本来は。本来はそうしなきゃいけない。株主の利益を考えてえ行動しなきゃいけないんだけれども、ね、ごめんなさいご、これは丸つけなくていいです。これはちょっと私が、えー、強調する意味でつけてるだけですから、別にあ,のあんまりここはあの一緒に、ま、ごめんなさい丸書いちゃった人いるかもしれませんが、ね、丸つけなくていいですけどね。はい、で、えー、改めて 株主はですね自己の資金の管理と運用を委託するものであって他方ですね経営者は自分資金の管理運用の権限以上というものを受けて株主の利益のために行動しているという財産を預かってますの、ね、で受託者であるとこのまずお互いの立場というものを理解すべきなんですね。でこの関係において受託者である経営者 株主から委託された資金を誠実に管理運用するだけではなくて株主の利益を最大化するように経営行動を行うというそういう責任を取っているんです。でその下なんですがしかし経営者は受託責任を常に遂行,に、えー、遂行するとは限らず誠実に遂行するとは限らず、えー、株主の利益よりも自己の個人的利益を優先させることがあると。 恐れがあるでここに株主と経営者の利害対立があるんだと、まあ、いうことなんですねですからいつもいつも経営者がですね株主のことを考えて経営するわけじゃないので利害が対立しちゃうかもしれませんよ。でこの状況をなくすためにはまあちょっとその人ですね財務会計における利害を調整するためにはじゃあどうすればいいのかというとこの利害対立を調整するということなんで、まあ、なるべくなくしていくということですね。この まあまあ、無駄なというか、まあ、お互いにとって大事な問題なんですがこの無駄な対立を起こさせないようにするためには利害対立を調整するためには財務会計という手段が必要,だと要するに外部に報告するという会計ですね、まあ、これが必要なんですね。 でまあ、その下なんですが、経営者は自己が株主の利益に合致するように誠実な行動したことを伝達する手段として、受託資,資金の管理、運用の状況とその結果としての会計報告を行う、で他方株主はです、ね、経営者による資金,運用、えー、資金管理の誠実性と資金運用能力を会計報告に基づいて、えー、判断することができるで、このようにして利用者の利害対立を調整しているということで、えーまあ、だんだんなくしていこうと、まあ、いうことなんですね。 ですからちょっと上に戻っちゃいますが経営者ですね経営者から株主は報告を受けるわけです。でこの報告を受けていかに誠実な形で経営者が会社のお金を使っているかどうかという資金運用能力ですね。ですから経営者がいかに誠実にお金を預かってその財産を増やしていく財産を増やしていこうとしているのかというのはこの報告から株主が読み取ることができると。 でそうなってくると、こういうことは普通はなかなかできないでしょうと、自己の利益を優先させるなんていうことは普通はできないと、まあ、いうことなんですね。ですから、えーまあ、言ったんです、ね、これが財務,財務家系のまあ利害調整ですね、利害対立を調整する機能だって言われてますのでね、はいまあ、一つ覚えておいてください。 でではですね、えーまあ、一応、ここまでがまず、経営者とそれから、えー株,主ね、株主の株主と経営者の利害対立、それからそれをどうやってなくしていくのかというお話になりますので、ね、ではちょっと一旦ここでブレイクタイムを挟んで、ユニット3は終了ということで、まあ今日最後になるんですが、えーまあ、次のページですねで、実はこっちの方が大きいと言われているんですが、株主と債権者との間の利害対立ですね。 でこれをどういうふうにしてなくしていくのか、これちょっと次のところで、うん、お話をしていきたいと思います。では、ちょっと一旦ですね、えー、ユニット3は終了ということで、えー、ブレイクタイムを取りたいと思います。はいでは、えー、ユニット4ですね、に移ります。えー、では、テキス次のページですね、えー。9ページ目になりますかね。はい、では、ちょっと一回移します。 で今度はで実はこの対立が非常に深刻だと言われているんですが株主と債権者との関係ですね。ですね株主と経営者い、ね、いうのははは本来は同じ方向向いてるはずなんですよですすよから通常は利害が対立するということは普通はあんまりないんですが株主と債権者というのは逆にどうしてもですねお互いが向いている方向が違っちゃうので株主と債権者というのは普段からも利害が対立しちゃいます。 ですからこの利害が対立なるべく対立がしないようにということで調整しないといけないでどんな対立が起こるのかということでちょっとその人なんですが株主は会社から配当をたくさんもらいたいということで、ね、利益配当を多くしてほしいでちなみにこの配当というのは原則金銭なんですねですから株主の立場でいうと、まあ、金銭ですね金銭という形でお金をとにかくもらいたいんです配当をたくさんもらいたいんですねで 一方ですね、債権者の立場で考えてみると貸したお金を返してほしいわけです。要するに債務を弁済してほしい債務を弁済する、まあ、通常お金で返してもらうという形そうすると結局ですね、会社というのは、まあまあ、会社ですね、会社という一つ,つの会社があったときに株主は株主で配当を欲しいわけですね。 債権者は債権者でお金を返して欲していわけですでここで利害対立が生じる具体的には例えば株主ですね株主がすごく怖い人だとみ見,た見た感じ怖いで見た感じ怖い人でこの人が株主総会でたくさん配当くれなんていうことになってでそれは怖いからなんていうことで会社がです、ね、そういう株主に対してたくさん配当を渡しちゃうとどういうことになるかと。 そうすると、会社が株主にたくさん配当を渡しちゃうと、ですねたくさん配当を渡すということは、お金がどんどんなくなるわけですね。そうすると、こっちの立場で考えたときに、債権者の方としては、とにかく貸したお金返してほしいわけなんで、ある程度というか、しっかりとこう財産は会社の中に残してもらわないと困るわけです。お金返してもらわなきゃいけないんだから。そうするとこっちの方は お金をどんどん、まあ、配当という形で金銭をどん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 くださいということを要求するわけですねでその要求を飲んでですね会社がだんだんたくさん配当を渡しちゃったら財産なくなっちゃいますから財産がなくなるということは債権者にとってはそれは不利益な状況になるわけですしたがってまあ通常のまあ株式会社の場合にはこのお互いの株主と債権者の利害というのはもういつもいつも対立しちゃうんですよ ですからもう対立するというのはじょ状態化してしまうんですねもう対立するのは当たり前でこれをどうやってな,なくしていくかというかどうやってこういう対立が起こらないようにするのかということで、まあ、財務会計がまあ,あるわけなんですがで、えー、ちょっと読んでしまいますが財務会計ですね、えー、がどうやってこの利害を対立しないようにしているのかと、まあ、いうことなんですけどねでまず、えー、さっきちょっとイラストを使って説明したんですが 株主と債権者とのまあお互いの利害対立の中身というか内容は理解しておいていただきたいですね。えー、ちょっと読んでると株主と債権者ともに企業に対する資金提供者である点で共通すると要するに株主もお金出してますし債権者もお金を出してるわけですね。ただ会社から見るとだいぶ違うんです。会社から見ると株主から預かっているものっていうのは返済義務がないんですが債権者の場合には お金を後で返さななきゃいけないけだからどっちもですねお金を調達資金を、まあ、資金の提供を受けている会社としてはですねただ株主に対してはお金を返す義務はないんですけれども債権者に対してはお金を返さなきゃいけないと、まあ、そういう違いはあるんですがただいずれにしてもお金を出していただいたという点では共通なんですねで見返りとしてはですね取得した権利の内容について債権者の方が株主よりも法的に不利な立場に置かれてしまうとすなわち 株主は議決権等の経営産業権を有してまた業績に応じて配当金や内部利用社内利用額の持ち分なんかを取得していると、まあ、ちょっと難しい言葉を使っているんですがどっちが会社に対して強く主張できるかというと株主の方が強いでしょうというそれはなぜかというと株主総会が必ず開かれるんで株主総会が開かれると議決権を行使することができるので。 いわゆる経営に参加することができるね経営参与権ということで経営に参加することができると株主はですねでも債権者ってそういうことできないんですよ会社の経営に参加することができないということですねですから債権者から見ると経営参与権がなくて会社の経営には参加することができないししかも利息はもう決まった金額しか受け,受け取ることができないわけなんですねですから株主は議決権があって でえー、経営に参加するることができるで業績に応じて配当金をもらったりですね社内に留保するということでお金を会社の中に取ってあるとその部分の持ち分を、まあ、一部、えー、株主は持っているというような形になるわけですね。でこのようにこの両者の間にはこの株主と債権者ですね法的地位には差異がある状況下で、えー、株主が企業価値を下げて企業の存続を危くさせるような多額の分配を決議すれば。 例えばちょっと大げさですけどね大げさに言っちゃうと株主がとにかく会社の中に今ある財産でこれ全部配当として渡してくれなんていうことでちょっとまあ実際そんなことできないんですけどね例えば株主が企業価値を低下させて企業の存続を危うくさせるぐらいそれくらい多額の分配を会社の方に要求すると株主の方がですね配当くれ、配当くれなんていう。 でもしそんなことを会社が認めてしまったら債権者の立場というのは非常に厳しくなるで不当にですね、まあ、著しく害されるということになるのでここでお互いの利害が対立するという構図が出来上がるわけですね。でじゃあどうやってその利害の対立をなく,なくしていけばいいのかということなんですが利害調整機能ということでこの両者の利害対立を調整するための手段が財務関係であるとすなわちここなんですね分配可能額と。 分配可能額を財務諸表に基づいて計算することによって、企業財産の配当による流出に歯止めをかけることにより、利用者の利害対立を調整しているとまあ、いうことになるわけなんですね。あのまあ、分配可能額ということで、あのま簿、あ、記なんかやってる人はご存知かもしれませんが、配当って。 いくらでも配当でできるわけじゃないんですですから会社がですね株主に配当するときは配当可能な、まあ、分配ということですが分配できる限度額って決められちゃってるんですよ。これはもう法律で決まっちゃってます、えー、ここではまあ会社法という法律があるんですが、えー、その会社法という法律に従ってここまでは分配できるけどこれ以上は株主に分配できませんよという限度額って決まっちゃってるんですね。でこれれは分配可能限度額と呼ばれてるるんですねで要すね要 線を引いちゃってるんですよここまでは分配していいでもこれ以上は分配しちゃダメということできちんと明確な形で法律上会社法という法律上もうここまでしか分配できませんよって線を引くことによってこの2人があのですね この2人が喧嘩しないいようにっていうにをもう決めてるんですですから株主としてはお金をたくさんちょうだいねって言ってるわけです配当でも債権者から見るとそんなことをやられちゃったら財産なくなっちゃうから財産なくなっちゃうんでうちらはどうすんのみたいな話になっちゃうんですねだからそういう無駄無駄だというかです、ね、そういう、えー、対立をですねなくしていくためには配当可能、まあ、分配可能な限度額というのを計算上は決めてますよって ちょっとその辺のところの内容は覚えておいてください,、はい。で、ここまでが財務会計の持つ利害調整機能というようになっています。お互いの間で利害がぶつかっちゃった、利害が対立したときに、どうやってそ,れをその利害の対立というものを緩和していくかというお話なんですね。で、ちょっと次のページなんですが、今度は10ページ目ですかね。 で今度は財務関係の機能ということで、もう一つあって、情報提供機能というのがあるんですね。で情報提供機能ということで、えー、投資者、まあ、株主でもいいです投資者に対して、えー、証券投資の意思決定に役立つような情報提供をすることによって、投資者を保護し、証券市場がその機能を円滑に遂行できるように、えー、するという機能であると。これ、どういうことなのかということなんですが、例えば、我々、 株,株主ですね投資者というのはまあ株主ですあるいはまあ細かいこと言うと将来株を買ってみようなんて思ってるまあ潜在的な株主も入るって言われたりするんですが、まあ、株の売買を普段やってる人ぐらいの理解でもまあとりあえず結構です普段から株の売買やってる投資家の人たちですね、まあ、投資者という国では言うんですが。 投投資資者に対して、証券投資で、ねまあ、株の売買なんですが株式の売買の意思決定ですねどこの会社の株を買うとかどこの会社の株を売るとか、まあ、証券投資のまあ意思決定があるわけなんですがこれに役立つ情報を提供するという、ねあの。例えばですねうん社長が誰とお付き合いするとかですねう 関係ないまあまあでもそれ,の、まあ、それに対して株価が影響してるのか分かりませんけどもその情報っていりますかねまあ本人が <laughs> まあ出してるのかもしれませんけども、えー、例えばうちの会社の社長が誰とお付き合いしてるか関係ないですまあでもまあ実際にまあ多少それでまあ株価が影響してるのかちょっと分かりますけど通常は会計とは関係ないんですね。 会計とは関係ない直少なくとも直接的に会計とは関係ないだからああいう情報はい,いらないんですそういう情報じゃなくて証券投資の意思決定 に役立つような情報というものを流してもらわないとダメなんです。だから社長が誰と付き合っているとか誰と別れた、そういうのはい,いらない。例えば離婚したとかですね。3年前に離婚した。まあそれが先生そういうのか株に影響するじゃないですかと言われちゃうかもしれませんが、まあまあそういうことではないんですね。そうではなくて証券投資の意思決定に役立つような情報というものを我々投資家に、えー、情報提供するということも大事なんですね。 はい、でもしもしこれ次回の内容なんですがそこで嘘ついてたえ、ね、嘘ついてた本当はですね本当はこうじゃないのに数字をいじっちゃったとう嘘ついたそんなことが明るみになったら我々投資家は安心して株の売買できないですで私はあの人に言えるような金額じゃないですあのお,お小遣い程度しか株の売買やってないんで、まあ、特に最近あんまりやってないですけどね株の売買やる人って 本当に下手するとお父ちゃんの退職金全部株の売買に使ったなんていうおばあちゃんもい,る、うんまあ、い,いたんですよねですから株の売買って、まあ、私はそんな大した金額じゃないんですがだから、まあ、万が一というかですね嘘をつかれたりすると例えば数字を勝手にいじられちゃったりしてう嘘をつかれたりするとわれわれ投資家としては非常に困るわけです。 安心して株,が株の売買できないからでそんな会社が増えちゃった例えばまたデータの解散があったまたあそ,こあそこの会社でもデータの解散があったまたこっちの会社でもデータの解散があった、うんな会社ばっかりだったら我々投資家としては安心して株の売買でできないですよねもう株式市場、まあ、証券市場そのものがもう成立しなくなっちゃいますけどですから。 証券市場がその機能を円滑に遂行できる要するに我々投資家が自由な意思に基づいて自由に株の売買ができるということを円滑にできるようにするためにはきちんとした情報が提供されないとダメだって言ってるわけです。でそのことでここなんですね。我々投資家を保護するでする危なないいよそうじゃないんです 投資家を保護するって別にあ危ないからこっち来てってそういう保護の仕方ではないんですねそういう保護ではなくて投資家を保護する投資者を保護するというのはきちんとした情報というものを提供するこれによって我々投資家を保護しようと言ってるわけですあ危ないからこっち来てそういう保護のしかそういう意味の保護じゃないですよねそういう意味の保護ではなくて失 正しいということですが正しい情報というものを提供することによって投資家を保護するでそのために財務会計要するに外部に外部に報告する会計はどうしても必要なんですね。で、まあ、あとはちょっとその人、まあ、これ長いんで、まあ、全部はちょっと覚えられないかなとは思うんですが。 えー、証券市場の発達と証券情報の必要性ということで証券市場の発達ということで昔と比べるとで実は私も恥ず,か、まあ、恥ずかしいんですが最近だって株の売買やったんですね昔はですねあんまりや,やってなかったんですが最近はネットで買えるんですよねスマホかなんかでも。 で、まあ、証券市場が発達してきて今はインターネットを使って株の売買しかも外国の株なんかも、まあ、私は買ったことないですけど、ね、外国の株のか売買なんかもできるようになってきた証券市場が発達してきて、えー、ですね 本当にたくさんの人が証券の売買に絡むようになってきちゃったんですよね、まあ、私もその一人かもしれませんが、いろんな人が証券の売買に絡んでくるわけですね、市場での株式売却によって、自己の財産を保全するという新しい方法を可能にした、また株主の株式会社に対する影響力が株式所有の分散によって低下したことによって、投資者は株式投資による利益に関心を示すようになったということなんですが、あの私、まあ、今でもある会社の株を持ってるんですけどね。 ma 私が株主総会に出てですねマイクを持って、えー、と社長、えーと、来年度の経営はこうしてくださいなんて言ったって、まあ多分影響力ないですね、まあわ、私が言ってもあんまり影響力ないのかなと、実は株式所有の分散化、実は私全然対しては株持ってないんですけれども、ですから、まあ、保有比率が本当に低いので、ですから株式所有が分散化するということは、一人一人の保有比率が低いんですね、そうするとあんまり会社に影響力が出ないんです。ででですから私が一人で言ったとところでほとんど何も変わらない で私はもっぱらです、ね、その会社の経営とかじゃなくてとりあえずあインターネットで見ながらですねあっ上ったよっしゃきょは株が上がったとかもうそんなことばっかりに関心が出てしまう要するに株が上がって儲かったとか株が下がって損をしたそんなことばっかりに関心を持つようになってしまうということなんですね会社の経営はもう二の次で、えー、利益の方に関心を持ってしまうということになるわけなんですね。 で利益に関心を示すようになったで、これに伴って会計報告の主な役割として、投資意思決定に役立つための情報なんですね。ですから、さっき言ったように、意思決定、その株の売買ですね、投資ってそういう株式投資ですから、株式投資の意思決定に役立つような情報というものを流さないといけないと。だから、社長が誰とご飯食べたとかい,いいんですよ、そういう情報のことではなくて、 投資の意思決定に役立つような情報というものを流してくださいねって言ってるわけなんですね。 でえー、また、ですね証券市場の発達は、不特定多数の人々がその会社の証券を取得し、容易に債権者や株主になることを、えー、可能にしたということで、もう本当に今、いろんな人がネットで、ですねネットで株の売買、債券の売買なんかもできますんでね、ですから本当にたくさんの人が参加するようになってきた、不特定多数の人たちが、本当にたくさんの人がですね、えー、株の売買、債券の売買なんかができるわけですね。 で従って将来において、えー、株主や債権者になるよる潜在的な投資家先ほどから何回か出てきましたあの今は持ってなくても将来株を買ってみよう将来債権を買ってみようという人もいるわけなのですねそういう潜在的な投資家の人たちも会計情報の重要な受け手として考えられるようになったさらに、えー、証券市場において投資者の果たす役割が重要になった結果資金調達の観点から 会社が投資者の情報要求にに応えることととが社会的に不可欠なな要要請となってきたと要するに株主からお金を集めると昔はです、ね、銀行から借りるっていうことが結構多かったんですね銀行から借りることが多かったんですが今は株式を発行して投資家からお金を集めるということが、まあ、結構増えてきたとでそうするとやっぱり株主の存在っていうのは非常に重要になってくるんで資金調達の観点から投資者の情報要求に応えるということがもう社会的に不可欠でしょうと。 従って企業の資金調達を円滑にして経済社会を適切に運営するためにも、当社の情報要求に応えて、彼らを証券市場において保護する必要があると。ですから、先ほど言った保護というのは、適切な情報を流すという意味の保護なんですね。意思決定に役立つような情報を流しますよって。で、ここまでが財務会計のまあ役割、機能ですね、2つありますんでね。ですから、利害を調整するということと、それからえ情報提供ですね。 利害,を利害の対立をなくしていくということとそれから情報というものをきちんと提供するということこれが財務会計のまあ役割、まあ、機能になると,いうことねでねあとちょっとその下なんですが制度会計ということで、えー、残りちょっと10分ぐらいですかね制度会計の話をしていきたいと思うんですが制度会計というのは制度に基づく会計ということですね。 でちょっと気をつけてほしいんですがこれはあまり覚えなくていいんですが制度というのは基本は法律なんですね要するに法律に基づいて行われる会計なんですがただ法律以外のものも若干あるんですねで、えー、ちょっともう次のページになりますが、はいえー、まあ4の1ということで制度会計の目的と特性と、まあ、いうことですねはい。 でちょっとここを見てておいていいたただきたいんでですねで制度会計ということでちょっとすいません私邪魔ですかね制度会計の目的ということなんですが制度会計の目的とするところは企業の分配可能額要するにいくらまでだったら分配できますかっていうのは株主と債権者の利害対立を考えていただきたいんですねですから株主と債権者の利害対立これがあるんで いくららまでだったら分配でききますよっていう限度額を決めなきゃいけない配当可能な金額を決めなきゃいけないでこれも制度会計の大事な目的だと言われてるんですね。だと、えー、営業利益収益力を適切に,、えー、適切に表示して測定表示して株主が収支した財産を管理運用保全する責任である経営者の自宅責任を明らかにすることによって、まあ、企業の状況に関する利害外部の、まあ、利害関係者の判断を誤らせないようにすると。 で最終的には外部の利害関係者、これ株主なんかですね、株主とか債権者です、ちょっと書いちゃいますが、株主などのですね、判断、まあ、投資の判断ですね、投資の判断を誤らせないようにしないといけない、で、えー、さっきも言ったように、一般的に言うと株主っていうのは、すごく動かすお金が大きいですね。 ですから判断誤ると大変ですから、えー、株主なんかの判断を誤らせないようにするそれが制度会計の目的だと。で特性って何かということなんですが上記まあ上述の目的というものを達成するためには要するに株主の判断なんかを誤らせないようにするその目的を達成するために制度会計は制度会計規範に基づく会計行為の遂行を立証するための証拠力また公弁力を重視する検証可能性と。ですから えー、どっかの社長がですねなんか変裏で変なことやってたんじゃないかとで後から検証しなきゃいけないケースが出てきちゃうんですね。そうすると検証可能性がないとだめなんですよ。制度会計としては認められないんですねやっぱ制度として会計するわけですから会計というものをやるわけなんで後から第三者が検証するという機会が必要になっちゃうケースがある。その時に 相手は相手で証拠を示さないといけないあるいは答弁をするということも必要になってきますので証拠力または答弁力というものを重視するような検証ができるようなシステムでないと制度改憲にはならないんですね。でそれから 利益分配目的のための支払い財源または企業が税金を負担する能力である淡税力を重視する財務安全性保守主義性ということなんですがあのちょっとこれは難しい話になっちゃうんですがあの分お金を株主に分配するそれから税金を役所に払うということなんですが基本は金銭なんですね。ということは金銭が絶対にお金として会社の中にないとダメこれが財務の安全性保守主義と言われてるんですね。 お金が会社の中にないとダメですよと言ってるわけですでないと分配できないから税金を払えないからだからお金はちゃんと会社の中に取ってなきゃダメですよって財務は安全にしなきゃダメですよこれを保守的って言われてるんですがそれも制度会計の特徴なんです、まあ、特性ということで制度会計としては 分配でできるお金なないといけないとけ利益はですね利益は分配できないといけないし税金も払わないといけないんで財務安全性性保守主義性ですねであとはですねもう一つで制度的な実行可能性と呼ばれてるんですがあの制度会計の特性として実行可能性が担保されないとダメ あのいくらきれいごと言ったって実行できなかったら意味がないんですね。でちょっとモニター切り替えちゃいますが例えば土地ですね会社って土地を持ってるんですが土地は私はですね例えば直で評価すべきだと思ってる、まあ、そういう人がいるかもしれない、まあ、実はそうじゃないんですけどね。 会社が土地を持ってた時にその土地を直で評価した方がいいという意見は出されることがあります。でもそれは無理ですね。なんで無理かで、そんなにたくさん鑑定士いないから。そうすると、土地、会社が持ってる土地ですね、もう全国にいくらあるか分かりませんので、これを直で評価しなきゃいけないなんていうことをもし決めてしまったら、直で評価した方がいいという人たちがいるんです。で、じで評価した方がいい土地はですね、でもそんなことは制度として実行できますかってか、誰が評価するんですか、直で。 鑑定士の先生そんな鑑定士の先生全国に土地があるわけですね会社って土地を持ってますからその土地を決算ですね会社が決算するんですが会社が決算する時にその土地を全部じかで評価できるぐらいの人数とポテンシャルっていうのは本当に鑑定士の先生って持ってるんですかっていうことを考えた時に、まあ、それは無理ですね。 だから土地っていうのは直で評価できないんですよ要するに評価しないんじゃない評価できないんですそれだけのマンパワーもないし無理なんですねだから制度的に実行できるものでないと制度会計と呼ぶことはできないんですよいくらいいいいって言ったって制度として実行できなかったら意味ないですけどだから制度的実行可能性というものが担保されてないと制度会計とは呼べないという要するに法律に従って 会計というものを考えた時は制度として実行できるものでないと意味がないわけです。もう絵に描いた餅のようになっちゃいますので意味がないですよと言ってね。で特にこの真ん中の保守主義制財務安全性またちょっと別の機会に出てきますとりあえず制度改計の特徴としては保守的でないとダメ財務安全でないとダメ安全というのは要するに 分配できるお金ですねあるいは税金も払うんですがお,お金が会社の中に実際お金としてないと駄目だって言ってるんです出ないと制度会見にならないですよって言うとねですから利益として株主にお金分配しますよね税金として役所に税務所ね税務所に税金を納めますよねその時に基本は金銭でお金払わないといけないので。 その利益の一部をまあ配当したり儲かったお金の一部を税金で払うわけですでもお金がなかったら意味ないから手元に。だからちゃんとお金が まあ金銭なんですが金銭というお金がちゃんと手元に財産として残ってないと駄目なんですよってこれが財務安全性あるいは保守主義性と言ったりします利益を分配するあるいは税金を払うえ税務署に税金を払うそういう時に金銭で払わないといけないからちゃんと金銭が手元に残ってないと駄目だって言ってるわけです制度改憲にはならないですよって制度としては実行できないですよって言って、ね ととちょっとその下なんですが、制度、制度ということなんですが、基本的には3つ法律が出てくるんですね。まあ、法律だけっていうわけでもないんですが、基本的には3つの法律があるんです。で、さっきもちらっと言ったんですが、3つの法律で、<laughs> 1つが会社法なんですね。で、1つが会社法が考えている会計、1つは金融商品取引法ですね。昔は証券取引法と言ったんですが、今は金融商品取引法ですね。もう1つ税法ということで、でまあ、これは覚えなくていいんですが、 よく説明するときに会社法ですね、金融商品取引法、税法3つ会計に関する法律があるんでトライアングル体制なんで、まあ、ちょっと格好、うん、つけてそんな表現使っちゃう人もいるわけなんですね、まあ、別に覚える必要ないと思うんですが3つの制度会計要するに金融商品取引法ですね、会社法、税法3つの法律があってちなみに会計に関する法律って3つなんですよ。 金融商品取引法会社法税法3つなんですあの道路交通法とか関係ないですけどね会計とは関係ないので会計に関する法律は3つこれが三角形に、まあ、お互いこう関係がある時もお互いに関連する時もあるんで、まあ、ちょっと3つが関連するということで、まあ、トライアングルですね三角形のトライアングル体制なんていう人もいるんですが、まあ、あまり覚えなくていいと思います要するに 3つ法律があるということで,で、会社法会計ですね、これもあまり覚えなくていいと思うんですね。でちょっともう次のページなんですがで、皆さんはここですね、金融商品取引法会計、これを覚えてください。金融商品取引法ですね。ただ、この辺の場所はいらないと思います。金融商品取引法ですね。で、いいです。で、ちょっとその人は税法ですね。税法はもっといらないと思います。で、税法ですね。 税法に基づく会計これはあの税務署ですね税務署に税金払わないといけないんですがその時にまあ関係する法律税法で、まあ、それに基づく会計なんですが皆さんが受ける鑑定士の試験は税法はまずいらないと思いますですからもう存在自体ちょっと忘れちゃってもいいです。で基本はあの トライアングルですね三角形トライアングルの中でこれはいら税法いらないから2つだけなんですよ金融商品取引法と会社法ですねでちょっと簡単に金融商品取引法でここがメインになると考えてくださいで次回以降の講義なんですがこのほとんどほとんどっていうか、まあそうですね、大部分は金融商品取引法に基づく会計を皆さんはマスターしないといけないということだね でひと言でこの金融商品取引法という法律の立法趣旨ですね、ひと言でまとめると。 ただこの守るというのは、さっ言った、こっち来てって、そういう守り方ではなくて、きちんとした情報ですね、適切な情報というものを開示する、開示する、そのことで投資家を守るというのが金融商品取引法のまあ立法趣旨というか、法律がなぜあるかみたいな、そういう考え方でね、ちょっとそのスタンス下がっていただいて、会社の方からですね株主に対して、正確に 嘘ついちゃダメですからね正確に情報というものが流れないと我々は安心して株の売買できないからだからそれが投資家の保護につながるんだということなんですね。将来株を買っっってててててみたいなんて思っている人たちも含めてってことですよですから、ね、であとは、まあ、特に上場企業なんですが上場企業の場合には損益でどれぐらい儲かったか嘘ついたらダメですかね。 嘘ついたら我々投資家は本当に困るんですけど本当に困っちゃうんですからね嘘ついたらダメですよちゃんんとと正確に情報を流さないとダメないですねですからまあ同じような内容なんですがその出てくる情報のまあ中身は投資の意思決定株式の投資ですね株式投資みたいなこのまが証券投資ですけどね株式投資証券投資の意思決定に役立つような情報が流れるはず,流れるはずです。 だからさっき言ったうちの社長がいついつに焼肉食べたそんな情報いらないですよそういう情報じゃなくて投資の意思決定に役立つ情報が流れないとダメなんですねそれに対して会社法ってこれあまり覚えなくていいんですねまあ必要に応じてとあまり出てこないで会社法会計が出てくる場面って本当に限られちゃうほとんど出てこないんですねだからあんまり気にしなくていいんですが会社法会計は どっちかっていうと投資家よりもこっち寄りなんです債権者寄りなんですね債権者を守る例えば銀行みたいな金貸しですね銀行が債権者になってきてこの人の立場を守らなきゃいけないとでどうやって守るのかということなんですが銀行と企業の間でこっちが債権者になるねこの立場債権者としての銀行の立場を守ろうみたいな債権者の立場を守ろうとでどうやって守るのかということなんですがちょっとその下ですね 一体会社は本当に貸したお金を返してくれるのかどうか債務の弁済する能力が本当に会社は備わっているかどうかそういうことの判断ができるような情報というものを流さないといけないわけですねですから、えー、企業ですね企業と銀行との間というと要するに銀行から見たら貸したお金が返ってくればいいわけですからその情報がちゃんと伝わっていればいいわけですね、まあ、そういうようなや,やり取りになります。 でちょっとえ次のページでですねで今日ここまでお話しして、えー、おしまいにしたいと思うんですが、ちょっと、まあ、表の続きになっちゃいますが、えー、次の13ページですけどね、で計算構造なんですが、で、まあ、実態開示のための計算構造ということで、こっちの金融商品取引法ということなんですが、実態を開示するということで、嘘ついちゃだめですよ。嘘ついちゃダメだから会社の 財政状態、経営成績、こんな言葉今日やってきました、財政状態は貸借対象表、BS ですね、バランスシートで、えー、表示される、開示される、経営成績というのは、損益計算書、プロフィットロスステートメント、これで開示されるみたいな、その貸、うん、借対象表だとか、損益計算書、こんなものをちゃんと適正にですね、嘘ついちゃだめですよと、ちゃんと適正に作ることによって、われわれ投資家を保護する、これが金融商品取引法の、まあ、立法趣旨と言ってもいいんでしょうけれども、金融商品 金取引法ですねだからそういうことを計算するというのがこっち左の列なんですね金融商品取引をところが右の方は何かこれ会社法なんですね会社法っていうのはさっき言ったように銀行ですね金貸しの銀行の立場を守りたいだからここまでは分配していいけどこれから先は分配できませんよということなんで分配可能な限度額というのを計算上決めちゃってるんです会社法は。 ですから分配可能の,の利益ですね、まあ、利益が上がったら分配できないんですが会社のの利益の中でどこまででだったら分配できるかでこの分配可能な利益ここまでだったら分配利益配当利益の一部としてこう配当していいですよということを決め線を引いちゃってるんですねこれが会社法の役割になるわけですね。えー、たくさん分配しちゃったら大変ですけど、ね、お金なくなっちゃいますけどねそう銀行に返すお金がなくなっちゃうんでそれはまずいわけです。 だから分配可能な限度額っていうのを計算上決めちゃってますよというねだごめんなさいこれはいらないんですがちょっとその人すね書類規定ということで,で実は。 左の列、まあえー証券とえー、金融商品取引法なんですが、金融商品取引法というのは、もともとこれがベースになってますで、これ、次回勉強するんですが、企業会計原則って、これ、昔から日本にあるル,、まあ、ルールを決めたルールブックみたいな形なんですね、昔から日本にあるんです。で、中華もまあ一緒に、後ろに中華も載ってるんですが、企業会計原則は、昔から日本の中に存在するルールブックみたいな感じなんですね。 まあ法律ではないんですけど、守んなきゃだめです。法律ではないけど、守んなきゃだめ。これに基づいて、金融商品取引法という法律がこう出来上がっているようなところがあるんですね。で、今度、こっちらですね。こちらはまあ会社法ですから、会社法の施行規則になります。で、あと、今度、こっちらですね。えー、一番最後なんですが、これは、表示なんですよね。表示に関しては、これは覚えなくていいかなと思うんですが。 企業関係原則にも表示についての規定があるんですけれども、財務諸表等規則というのがまた別にあるん、ね、ですね。これは表示の仕方のルールが決められてます。細かくですね。どっちかというと、企業関係原則は大ざっぱなルールの決め方なんですが、財務諸表等規則はもうちょっと細かい表示の仕方のが決められているということなんですね。表示に関する規定です。で、こっちも、まあ、会社法に関しても、まあ、一応、表示に関しては、えー、規定があると、まあ、いうことなんですが、まあ、あの、 すべてはルールに従って会計をやらないとだめということなんで制度ですね、まあ、ルールに基づいて会計をやりますよということね、はい。改めて会計に関する法律は3つあると。金融商品取引法、会社法、税法。で税,法はいらない税法はいらないから、金融商品取引法と会社法。この2つの法律に基づいた会計ですね。左のの列列と右の列 まあ全部覚える必要この最後あたりはあまり覚える必要はないですけれども、あの簡単なまあ立法趣旨というか、何を目的とした会計なのかという法律に基づく会計なのか、みたいなところはちょっと繰り返して読んどいた方がいいのかなと思います。で、えー、今日はここまでということで、次回はその下会計講順ということで、少しずつまた会計の中身の話に移っていきたいと思います。はいまあ、今日は1回目ということで。 まあ会計というのはどういうもので,で会計学ですね不動もちろん不動産鑑定士試験における会計学ということなんですがとにかくやっぱり暗記ですねちょっと最後に嫌なこと言うようですけどやっぱり暗記なんですですから時間も必要ですでなるべく、えー、きれいな表現で覚えてほしいんですねそのためにはやっぱり繰り返しが必要です絶対的に繰り返すということが必要ですねですから何回も何回回もも読み直して 読み直して少しずつです。焦ったらダメですけどね。あの一先生、俺一回読んでも覚えられないって。一回読んで覚えられるのはスーパーマンですけど、そう普通の人間無理ですからね。 1>, であの1回で覚えられると思ってる方がまずいですから普通無理ですからですから先生俺1回読んでも覚えられないんだよなっていやそれはみんなそうなんですよっていうだってでもそうですけどだからそれは何回も繰り返して読まないと覚えられないその繰り返す回数あるいは頻度が高い方が当然精度が上がってくると、まあ、普通は考えられるんでとにかくたくさん繰り返して覚えるようにしておいてください。で今日はあの高科会計学とか、まあ、まだ 勉強したたばっかかりなななんで特に踏み込む必要ないいと思いますよねただ将来的には、えー、授業が終わった後と、こうかけ、会計学の方にも、まあ、手を広げておいていただきたいということですね。とりあえず、今日は、えー、勉強した内容をですね、まあ、ちょっと寝る前でも1回でも2回でも少し読み直しておいてください。でまたこの続き、2回目、軸はです、ね、この続きからお話をしていきたいと思います。はい、では、今日の第1回目の講義は時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした